若き家康スルワ州はこの地を駿府とは呼ばない府中と呼んでいるカイドウ一の府をもって任じているからであった上は吉本から今川の一族文様をはじめ町人に至るまでがここは大国の都府という自尊を持っていた お城もお城と言わず、親方あるいはただ立ちという。すべてが公家風であり、下は京好みだった。微州の清須、名古屋あたりとは、町の色や往来の風俗からしてまるで違っていた。道行く者の足の速さ、目の使いよう、言語の調子からして違うのである。府中は、 おっとりとりしていた。衣服のカビの程度で階級が知れた扇で口を隠して気取って歩いた音曲が盛んだったレンガ師がたくさんいたどの顔もどの顔も我が世の春を謳歌した藤原氏のひと頃のようにのどけく見えた晴れれば富士山が見えかすめば清見寺の松原越しに 波静かな海が見えた。自然に恵まれていた。平和は兄弟だった。三河の松平氏も、ここの属国に等しかった。松平家の血を受け継いだわしの身はここに。滅びかけた城を、どうにか支えてくれている臣下は岡崎に。国はあれど、主従は別に。 元康は心の内でじっと自分でつぶやきをかみしめていた。この気持ち、口に出さないこの思いは開けてもくれても胸を往来していた。不憫な家臣ども、と、時にはまた身を顧みて、よく生きてあった。 思う「徳川九郎戸元康言うまでもなく後の徳川家康は今年18歳だったもう子供がある吉本の一族関口近長の娘を吉本の計らいでめとったのであるそれが15歳であった元服も同時にした。 子は、この春生まれたので、まだ半年ほどにしかならない。彼が机を置いている居室にまで、時折、泣く子の声が聞こえてきた。産後の日立ちの悪い妻は、まだ産室にいた。妻は子、産室から話せなかった。赤子の声は耳につきやすい。まして、18歳で、 父となった彼には、初めて聞く骨肉の声でもあった。けれど元康は、めったに奥へは立たなかった。よく人の言うこの可愛さというような気持ちは、わからなかった。自分の心の内を探してみても、どうもそういう愛情は、今のところ、乏しいというよりも見当たらなかった。 こうした自分が父であることは、子や妻へすまない気がした。不眠なものどもと思うたびに、そくそくと胸の詰まる心地がするのは、むしろ骨肉でなくて、岡崎の城に、年内、貧乳と屈辱に耐えている家臣たちの身であった。強いてこう思えば、 彼も今に、わしのようなコンクと、辛い人の世の旅を知らすのか、と、痛ましい考えの方が先立ってしまうのであった。竹千代と呼ばれた幼少に父と別れ、六歳で敵国の父となってから、今日までの流転の観覧を振り返ると、生まれ出た我が子へも人生の比喩散風を、 思いやらずにいられなかった。だが、今は。表面、一目には、彼の家庭も、府中に栄える今川衆の一家として、同様な身分と幸福らしい立ちづくりには囲まれていた。はて、何の物音元康は、部と部屋を出て、園に立った。誰か、 ついじに絡んでいるひるがおのつるを、外から引いたものであろう。つった。ひるがおのつるは、ついじからわ木へまで伸びている。切れたつるの反動で、小えがかすかに揺れていた。誰だもとやすは、縁に立ったまま、もう一度行ってみた。悪さんなら、逃げもするだろう。だが、 足音もしなかった。草履を履いて、彼は随事の裏口を開けて出た。と、そこに待ち儲けていたように、おいと杖を置いて、一人の男が手をつかえていた。十七か、お久しゅうござります。四年前、元康が、吉本の許しをようやく得て、千争の墓参りにと、 岡崎へ帰ったとき、その途中から姿を見せなくなった霧の家来。鵜戸の人質なのだ。老いや杖や、変わり果てた人質の姿を見て。山伏となってか、と、元康の目はいたわるようであった。ほい。諸国を歩くには、かような身なりが、しごく便器でございますゆえ。 いつ戻ったか、宇宙へは。たった今でござります。御門からと存じましたが、またすぐ他国へ立つからだ。お身内たりとも知れぬに越したことはないと存じまして。早、四年になるの。はい。諸国からその都度、こまごまと措置の見聞は書面で受け取っておるが、 ミのジへ入ってからは頼りがないので、実は、半じていた折じゃ。ミノの内乱に出会いましたので、赤書固めや駅伝の調べが、一頃やかましくて、あの折、ミのに居合わせておったか、良い時にミのに居たの。そのまま、一年のあまり、稲葉山の城下に潜んで、なりゆきを見ておりましたが、 ご承知のように、道山山城は相果て、吉達が美の一円を納めて、ひとまず落ち着いた様子に、京へ上り越前へて、北国寺を一巡して、先頃美州まで立ち戻って参りました。清え足を入れたかつぶさに、聞きたい。差し当たって美濃の将来は、 不注によっても見通しがつく。が、容易に押しはかれるのが、織田の現状じゃ。書面にでもいたして、夜中にでも、そっと、お届けいたしましょうか。いや、書中では。元康は、追事の裏口を振り向いたが、また何か、思い直している風であった。人七は、彼の目であり、また、 天下を知る耳であった。六歳の頃から織田家、また今川家へと、彼の少年時代は流浪と鉄国の中に送り、その体は人質として自由を許されずに過ぎてきた。今日もまだその束縛は解かれていない。目も耳も知性も人質は塞がれていた。 彼自身が務めなければ、誰も、叱りも励ましもしなかった。が、結果は反対に、彼が人一倍、盛んな死欲の持ち主となったのは、幼少時から、あまりにも、その育ち盛りの目や耳や行動や知性を、他から抑制されすぎたためでもあった。4年も前に、家人のうどの人質を、 追放の手にして諸国へ放ち、いながら諸州の同性を知ろうとしたなど、その大きな多実の欲望の目を、もうそろそろ表していた一例とも言えよう。さての、ここでは人目につくし、屋敷では家人どもがいぶかろうしそうだ、人質、アレーマイロ。 元康は指さして先へ大股に歩き出した。彼の今住んでいるうち父屋敷は府中の親方をめぐる王子・皇子のうちでも最も静かな少々の宮町の一角にあった。そこの追事裏から少し行くと阿部川原え出る。元康がまだ家来の背におぶわれて歩いた竹千代の幼少から 外へ遊びにといえばこの河原へ来たものであった悠久と流れている水の姿にも変わりはないし眺めもいつも同じ河原だったが元康には何かと思い出が深かった純七その小舟を解け元康は指さして渚からすぐそれへ乗った 釣り舟か、柳舟であろう。人質が竿でつくと、笹の葉のように、小舟は背から流れへ出た。この辺りでよい。四重は小舟の中で、初めて一目から解かれた心地で語り合った。元康は人質が多年、諸国をへめぐって得た知識を、わずか一周の席で、 半時の間に得てしまった。そして、人質が習得してきたものよりは、はるか大きなものを、京王へ収蔵した。そうか。ここ数年、織田家が信秀の大都地合で、あまり他国へ侵攻して出んのは、もっぱら内地を整えておったためだの威信あるものは、軽類であると、 福代の真であると問わず、思い切って、打つ者は打ち、追う者は追い、ほとんどオスから清掃されたようでありまする。その信長を、ひところは、稀なわがまま者よ、阿坊ののよと、今川家などにおいても、よう笑い話に取り沙汰があったが、もってのほかです。阿坊どころではありません。うん。わしも、 油断のならぬ噂とは思うていたが、今なお、それが先に頭にあるので、親方などでも、織田といえば、おかしそうに敵ではないと、決めておいでになる。数年前とは、尾張衆の士気が、まるで違うております。良い家来には。平手中塚さは相果てましたが、柴田修理権六、林佐道三勝。 池田勝三郎信る、佐久間大学森吉成などなお人物は少しとしません分けて近頃出職の男に木下藤吉郎と申す者至って小心者の良しですが何かにつけ城下の領民たちの口派によう名の出る男などおりまする領民は信長への領民の気持ちは 怖いのはそれです。いずこの大将でも、地民には心を傾けておりますゆえ、両民が国主に服従し、国主を崇めておることは一応でありますなれど、ホワリでは、そこがちと違うように感じられました。どう違う宇都の神七は、ちょっと考えていたが、端的にそれを言い表せないように。格別 どうと申して変わった知索も見えませんが、とにかく領民が信長を中心に明日を憂いておりません。あの君あればと安心している様が見えます。尾張の弱小なことも国史の貧乏な点もよくわきまえていながらです。他の大国の領民のように戦乱や明日の暮らしに怯えておらぬのが不思議に見えるくらいです。 んうん。なぜかな信長自身が、そうした貴重だからでしょう。曇らば曇れ、照る日もある。今はこうだが、未来はこうぞと、指さすまとへ、人心を集めております。というて、陰気にいじけている領民ではありません。例えば、祭りの行事などにいたしても。と、言いかけて、何思い出したか。 陣七は語るぬうちに苦笑しだした。その祭りについては、実はしくじり話がありますので。と、陣七は、清須城下の祭りの夜、ちまたの中に、ゆっくりなく信長四十の忍びを見かけ、むらむらと気候に駆られたまま、信長を刺そうとして、かえって捕らえられて、うきめにあったこと。 だ、ま、彼は、あまり自慢にもならぬことですが、と話し終わって頭をかいた。元康は笑いもせず、そちらしくもないことをする、と警察を戒めた。以降は、と人質は頭を下げながら、四時まで喋りすぎたことを後悔した。そして、ひそかに胸の内で、 今年26歳の信長と18歳になる元康と比べる気もなく思い比べていたはるかに元康の方が信長よりは大人の感じだった四季というようなものは元康には少しも見えなかった信長も幼少から慶子の中に育ってきた元康も苦労の中に人となった けれど、六歳から人手に渡されて、それも敵国へ死として、人の世の冷たさ、無ごさを、骨の中まで味わってきた元康の苦労と信長のそれとは、到底、比べ物にはならなかった。六歳で国を離れ、織田家の虜となって、八歳再び駿河の死となり、 ようやく十五歳になって、今川義元からも人扱いを受け、彼が、祖先の紛亡も払い、暴富の法事もしたければ、という願いが許されて、何年ぶりかで岡崎へ帰国した時に、こういう語り草さえ残っている。 彼が祖先の地、岡崎へ帰ってみると、自分の城の本丸には、今川家の山田信也門などという悲観が状態として居座っているのだった。ほとんど、今川家の霊族として、辛くも息をつないでいる三河不代の家臣たちも、何年ぶりかで帰国する若殿を迎え、嬉しさやら、口惜しさやらで、 いかにとはいえ、本丸に今川家の家臣を置いて、と、何とか、抜いてもらう交渉をしようとしたところ、それを聞いた竹千代は、いや、わしは年若じゃが、上代はご老人。所持、古老のお指図も受けねばならぬ。本丸は、そのままに置くように。と言って、大流中、二の丸にいて、 父の法事なども営んで済ましたという。このことは、吉本も後で聞いて。そしり逃げなく、本別の厚いことである。と、少し不憫そうにつぶやいたそうである。だが、やはりその時のことで、もう一つ、これは吉本も知らないことがあった。竹千代の父、 ひろたの代から仕えているもので、鳥、伊賀の神、ただよしという老人がいた。年ももう八十を超えた三河武士であったが、竹千代が岡崎登竜中のあるよ。そっと、あずさの腰を運んで目通りをこい、そこに、そして、洋君へ向かってしみじみというには。じいのみも、 ここ十年のあまり、今川家の一役人に異ならず、不税の取り立てを役目として、牛馬のような務めをいたしておりますが、年代、忍び忍び心がけて、お蔵のうちには、じいがご悲観の目を盗んで蓄えておいたローマイや金銭がござりますぞ。いつこのお城に孤立しておくもりなされようとも、 玉薬や矢やりも戦うほどは隠してもありまするぞ。夢。お心細くおぼしめされな。大使よ、おしらいなされますなよ。竹千代は、それを聞いて、じいよ、とばかり、ただよしの手を取って泣き、ただよしもしばし泣きくれたということであった。 我慢。三河武士の背骨は我慢の鍛錬で組み上がっていた。君心ともに生涯を辛抱から出発していた。三河武士の辛抱強い実証は元康の初陣の折にも現れていた。去年、元康は十七歳で初めて陣頭に立った。マイマイ 三河を脅かしている鈴木比喩川守の寺部の城を攻めた時である。もちろん、今川義元の許しを得た上のことであるが、その時は義元から暇をもらって、彼が三へ帰国していた折なので、全軍の組織も将兵の質も、すべて純粋な三河勢をもって戦ったのであった。元康は、 古代の古老や家の頃老頭を率いて、初めて敵地へ進撃したのであるが、敵の寺辺の城下まで攻め入ると、この度は城下を焼き払って、ひとまず退軍し、また折を見て、戦を進めるであろう。と、ところどころへ放火したのみで、いわかに三河へ引いてしまった。微人とあれば、 誰しも、花々しい巧妙を心がけて、世上の聞こえにも、元気を抱くのが青年の常なのに。なんとなされたことかと、後に尋ねるものがあった。すると元康は、テラベは敵の幹である。多くの枝葉を持っておる。その本上まで、難なく攻め入れられたのは、 敵に資料があったからである。良い気になって長陣していたら、敵は軒口を立って、諸々の味方と繋ぎを取り、我らを獣医に落としてから、本創を表して戦い出したに違いない。武器も兵糧も、人数も微弱な三河勢では、長陣しては利なしと考えたので、今度は城下へ放火して、 引き上げたまでのことである。と説明した。う歌の神、石川明などの三河の古老どももそれを聞いて、のもしきか方よ。行く末、いかなる大将に、おなりそばすやらん。と言って、先々の方向を楽しみに思うとともに、おいの身を燃やしない。 流水の岡崎も大事に守って、ひたすら、時節の来るのを待ち抜いていいのであった。だが、時節といっても、そうした不代襲の多くは老年なので、元康ほどな辛抱はしきれなくなったか。元康が、寺辺攻めの初陣の後、今川家へ向かって、改めて。主人、元康義も、早、 お一人前とおなり遊ばしましたからには、何とぞ旧約のごとく、岡崎のご悲観型を引き上げられて、城、および丘陵など、元安気味へお返し賜りますよう。しかる上に、我々三河武士どもも、長く今川家を名士と仰ぎ、一層のご家政を励みたいと存じますれば。という意味の、単難書を差し出した。 もっとも、弾丸は今までにも、何度となく、機会を伺っては、三河から今川家へ迫っていたことであるが、今度も今川義又は、まず、もう一両年は、と、逸らして、聞いてくれる風もなかった。元康が成人したら、必ず上知を返すと、元康を知事として、 今川家へよこした時の固い条約だったのである。吉本は元より変換する気はなかったろう。十数年の間に何か三河側に落ち度があったら取り上げて完全に収めてしまう腹だったかと思われる。けれど長い年月、とうとうその口実となるような落ち度は三河の心にも 元康にもなかった。三河の陰任、次長、我慢の強さには、吉本もほとほと感じいるばかりだった。で、吉本としても、当初の条約の手前、そうそう無法は言えなくなっていたので、今年、単眼に出向いてきた三河の古老たちへは、こう言って、 安心させて返した。幼年は、いよいよ吉本も、年内の祝死を述べて、中元へ旗を進め、街道の軍勢を上げて上洛いたすつもりである。その説にはいずれ、尾張をも踏みつぶして、押し通ることとなろうゆえ、三河の国境、地域など、吉本が、親しく垂らして、 縄取りして死んぜる。せめて明年の吉本が上落の檻まで待つがよい。三河の古老たちは、吉本のこの言葉を手形として帰国したのであった。これは嘘ではあるまい。吉本上落の計画は今では隠れもないことで、ただ時期の問題であった。 強大な国府と軍備を持って、それを秘密裏に目標としていた期間は過ぎて。大挙はいつだだけが残っている。今川家でそれをあまりに堂々と公言しているので、かえって今川家が歯をこじする表情ではないかと見ている向きもあるくらいである。ただここで、 新たに知れた一時は、三河の古老どもへ対して吉本が、幼年には、と時期を格言したことだった。吉本の胸にはすでに、結婚の時期が熟してきたものと見られ、三河衆にとっては、国への一つの土産になった。さて、前に戻って、 安倍川の中ほどに、鵜戸の人質と、元康とを乗せて、密談に時を移していた小舟は、やがて話も済んだと見え、差を差して、岸へ帰ってきた。では、ここで、と、人質はすぐに、老いをおい、杖を持ち直して、別れを述べた上。お言葉のよし、 逐一鳥居様、酒井様などへお伝えいたしておきまする。その他の儀は別にと元康の顔を仰いだ元康は岸へ立つとすぐ人目を恐れるもののように船のうちで申した以外にことすてはない。はよ行け顎で促してからふと 国元の年寄りどもへは、元康は丈夫でおる。風一つ光ると伝えてくれよ。と言って、一人屋敷の方へ帰って行った。さっきから追事の外に佇んで、落ちこちを見ていた腰元は、河原から帰ってきた元康の姿を見ると。大方様が、何やらお持ち金でございまする。 お探しもしてきやいと、幾度も、きつう、ほじれ遊ばして。と、元康へは、言い抜くそうな顔をしながらも、遠慨くそうに告げた。ああ、そうか。元康はうなずいて。今すぐ参ると、祖師たちで、なだめておいておくれれ。と、自分の部屋へ入った。座に着くと、そこには家臣の、 坂木原平七、ただまさが来て、待っていた。ご原へでも、お拾いでございましたが。ん連れずれにな。なんじゃ、何か用か。お使いでござりました。どのたから平七は、答えずに、黙って書面を、それへ差し出した。切磋予償からである。元康は、 風を切る前に、押しいただいた。太源、摂西和尚は、今川家にすれば、国威の軍師であり、元康にとっては、洋尚から君頭を受けた、学問、兵法の師であった。簡略な文面であった。今宵、親方を囲み、例のごとく談議つかまつれば、犬右衛門より、 おいでを待つ、というのであった。文面はそれだけだが、例のごとくとあるのは、容易でない隠し語であった。吉本上洛の首脳部会議を意味するのである。使いは、とち帰りました。そうか。また、八イのご思考でございますかうん、幽谷から。と、元康は。 何か案じ込む。坂木原平七は、それが数度にわたる重大な軍議ということは、かねて漏れ聞いているので。親方様、ご上落の大ぶれが発せられますのも。はや、間近のよう、存ぜられますが、と、元康の顔をうかがった。んうん。と、それにも元康は、 あまり気乗りのない返事だった。従来、今川家が認識するところの尾張の国力や、また、信長の評価と、今日、宇戸の陣七が報じてきたところのそれとは、非常な相違がある。寸、縁、三の大軍を動員して、吉本が退去、正常するにあたって、当然、 捨て身の抵抗を予想されるのは終わりであった。軍議の席でも、中には。何の街道四万の大軍と、親方の部位をもって進めば、彦の前に、血ぬらずして、信長は下って参りましょうなどと、いそうな見解を述べるものもあったが、吉本も節モ、セサ以下の首相もそれほどには、 見くびっていないまでも、元康が考えているほどには、決して終わりというものを重大視していなかった。前にも、それについては、元康も意見を吐いたことはあるが、一生に伏されてしまった。何かにつけ、知史の身であり、弱年だし、曰くの早々たる武将たちの間では、元康の存在など、 あまりに小さかった。でも、押しても、言うたものか、言わぬものか。元康は、切磋の書状を舞い、考えていた。すると、他の方に、そば近くかえている老女がまた見えて。奥方が、何か最前から、ひどくご機嫌が悪いので、ちょっと、 お顔を見せてあげてくださるようにと当枠顔に行って元康の訪れを促すのであった彼の夫人は自分だけのことしか常に考えていない女性らしかった告示とか夫の立場とかには全く無関心であったただ自分の寄居している奥と 夫の愛情の注意にしか頭の使えない人であった。老女もそれをよく組んでいるので、元康が今は参る、と答えたまま、なお家臣と話し込んでいるのを見ると、重ねては言えぬように、ただもじもじしていた。するとまた追いかけに奥の腰元が老女へ、 ささやきに来た。老女は仕方なげに。あの、恐れ入りますが、奥方様がしきりとおむずかりなされていらっしゃるそうでございますから。恐る恐る。元康の後ろから二度までも急を告げた。元康は奥の召使いたちがこんな場合には誰よりも困ることを知っていたし、 彼自身いたって昨日寝れているたちなので「あそうか」と平七の顔を見て「では支度を整えて時刻が来たら奥へ告げてくれるように」と座を立った奥かいの女たちは救われたように先へ小走りに去った奥と表との住まいは 夫人が彼の顔をしばしば見たがるのも無理でないほど遠く隔離されていた幾曲がりもある中廊下や橋廊下を越えてようやく奥の上口へ入るのだったそこは丸い築山に北を囲まれて秋草の豊かな平庭を広々と 南に抱いているので、表の者や外部の人々は、夫人を指して、月山様と呼んでいた。月山様は、元康が十五歳の時、今川一族の関口家から嫁いだのであるが、腰入れの折は、吉本の養女という資格であったから、貧しい三河者の父である婿殿とは、その支度の全備や、清掃のまわいさは、比べ物にならなかった。 三河者、といえば、今川家では、部別の的であったから、彼女の木ぐらいは、月山の一角に住んでからも、三河の家来を癒しみ、夫には、わがままと猛愛でのみ接していた。それに年も、元康よりは上であったが、狭い夫婦生活の範囲でだけで見るとき、年上の月山様には、元康が、ただ従順で、 今川家によってのみ生存していられる男としか見えなかった。ことに、この三月の産後から、彼女のわがままや夫への無理は前よりも募っていた。元康は彼女によっても毎日忍耐を教えられた。おお、今日は起きておられたな。少しは気分もようおなりか。元康は、 夫人の姿を見ると、そう言って、南の障子を手ずから開きかけた。壺の秋草の美しさと、秋の空でものぞかせたら、描祭の心も晴れるであろうと思ったのである。築山様は病室を出て、寒々しい広間の中ほどに、きちんと冷たい顔して座っていたが、眉をしそめて、はけないでおいてください。 と言った。彼女は決して美人ではないが、さすがに真相で慈しまれた姫ではあった。それに、ザンの後のせいか、透き通るような白い顔と指の先をしている。その手を広く几帳面に膝へ重ねて。殿、お座りなさいませ。少し、お聞きしたいことがあるのでございますから。 心には濃厚なる愛情を称たたえながら、表には灰のような冷たい目と口を持っていった。若い夫の通友性といったようなものは、元康には微塵も見られなかった。夫人に対して気の寝れている扱いは、老成人のようだった。あるいは彼には女の女性感があって、もっとも心の内におかるべきものを、 心の外に置いて見ているのかもしれなかった。なんじゃの夫人に言われた通り、彼は夫人の前に座った。月山様は、夫が素直であればあるほど、何か理由なくイライラして、少し、伺いたいことがあります。あなた様は今仕方、どこへお出ましになりましたか家臣もめされず、 ただお一人で、目に涙をためて言う言葉であった。産後の痩せのまだ回復していないバ汗に、危険な感情の血が、まざまざ昇っているのである。元康は、その容態も性質も知っているので、こうあやすように微笑んでいった。おお、今しがたのことか。初見していたが疲れたので、河原まで、 ぶらりと一人出てみたのじゃ。おもとも、まれに女どもを連れて、ちとそこらを拾うてみたがよい。秋草の盛り、昼の月に巣だく虫の音、阿部川は今がよい季節。月山さんは、皆まで聞いていないのである。白々しいと、夫を責めるように行使して、いよいよ、常のわがままぶりもなく、 冷然とをかしこまって。おかしゅうございますこと。虫の音を聞いたり、秋草を見たりして、そぞろ歩きをなざりに出たあなた様が、どうして川中へ小舟など出して、長いこと人目を避けて、おいで遊ばしたのでしょう。ほほ、知ってやったが。私は、こうして奥にこもっておりましても、あなた様のしていらっしゃるくらいなことは、 何でも存じ上げております。そうか。元康は苦笑したが、うどの実質と会っていたことは、夫人にも明らさまに言えなかった。なぜならば、この夫人は松平元康というものに嫁いできても、決して元康の妻となりきっているとは、彼に信じられなかったからである。佐藤屋の家来筋や、 親戚が訪れてくれば何でもそれに話してしまうし、吉本の奥向きの誰彼へも死従、踏み使いなどやりとりしているのである。元康にとっては、千締め付けの目よりも、この夫人の悪気のない無分別の方がはるかに警戒を要したのである。いや、何気の変わらぬ小暮れに乗りとうなって、一人で、 見慣れざを思ってみたが、船と水とは相性のものと思うていたが、さて流れに出てみると、なかなかままに動かぬものじゃな。はっはっは子供のような、たいもないことどこでおもとは、それを見ておられたか嘘ばっかりおっしゃいませ。あなた様お一人ではなかったではございませんか。されば、わしの姿を見て、 後ろから表の小物が大手来たが、い,いえい,いえ、小物風情と人目を避けて、船の中で密談を遊ばすわけはございませぬ。あれじゃ一体、さようなつまらぬ告げ口をする者は。他にも、私の身を思うてくれる忠義者もおりまする。あなた様には、近頃よそに、ほなごを隠しておいで遊ばすのでございましょう。 さもなければ、この身を置いといなされて、三河へ逃げて、お帰りになろうと、たくんでいいのでござりましょう。他崎には、私の他にも、奥とお呼びなされている者があるのだという噂も聞いて知っております。なぜそれを、捕獲しなさいますか今川家へのお気遣いで、私をいやいやながら、妻として、おいでなさるのでございましょうが。 彼女の病気と邪水のさせるすすり泣きの声がようやく外にまで漏れてきた頃、彼方の上口の端に榊原平七の姿が見えてそこから告げた。大間のご用意ができました。殿、殿、早お時刻にござりますが、お出まし殿元康の答えのうちに月山様は そばから口を入れて。近頃は夜中にようお留守がかさみますが、今頃から一体どこへおいででござりますか親方へじゃ。元康は取り合わずにすぐ立ちかけたが、月山様はそれだけの説明では気が済まないのである。親方へ思考するのになんで夕刻から出なければならないのか また、いつそやのように、夜中までかかるのか、家臣は誰を連れて行くのか、再現もなく、聞きなじるのであった。上口に控えて、元康の立佐を待っている酒肥原兵士は、家来の身でも、あまりなと、じりじり思っていたが、元康は根気よく、彼女の不信の溶けるまで、なだめたり、解いたりして、やがてようやく、 では、行ってくるぞ。と、奥を出た。月山様は、元康が、また体が冷えると悪いと、止めるのも聞かず、上口まで送って出て、お早く、お戻り遊ばせ。と、言った。彼女の愛と、定説の最大な現れ方は、元康が、外出する折に言うその言葉だった。 表の大玄関まで通る間、元康は家臣のどの顔を見ても、黙々と口も聞かなかった。が、もう星の白い夕風の中へ、駒の縦紙を揃がせて乗り出すと、彼の気持ちは一掃され、彼にも青年らしい、はつらつとした血液の流れている証拠が、その眉にも言葉にも見えた。 えしち。っ。ちと、遅うなったな。いえ、なに、はっきりと、時刻のお示しはなかったご所面。多少は、遅刻になりましょうとも。そうでない、切磋禅師のようなご老体でも、いつも、お時刻は誤った試しがないぞ。我ら若年の美が、ましてや、自身の分で、重心型や老子などのお揃いしてある席へ。 自賛申しては心苦しい。急ごうぞ。と、やや、駒を早め出した。口取りの老頭に、駒の三名。それと、榊原平七だけが友だった。平七は、駒の足と、歩調を合わせてかけていくうちに、なんとはなく、目頭に、熱いものがにじみ湧いてならなかった。いじらしい、お心ね。 と、そう思うのであった。月山夫人に対しての寛人も、親方、吉本を言う、に向かっての素直なご忠説も、今の境遇にあるうちは、と、密かに忍耐の歯を噛んでおられるのだ。自分ら進化としては、一日も早く、この君の風をとき、自死という、 冷俗的な存在から、小さくとも、三河一条の独立した主君に、ご復帰せしめなければならない。それを、一日過ごしでいることは、一日の不中である。兵士はそう思って、今に、今にと、口を噛みつつ、そして、自分の誓いに、また、まぶたを熱くしながら、かけていた。 二条の堀が見えた。一の橋を越えると、もう、町屋も、平屋敷も、一見もなかった。綺麗な小松原の間に、折々、白壁や、高層な門の見えるのは皆、今川一族の、何がしの支度屋敷か、役所であった。おう、三河殿ではないか。元康殿、元康殿。上地をめぐる、 広い小松原は、戦時には武者揃いの広場となり、平時は獣王の道筋が、そのまま馬場に用いられていた。手を挙げて今、小松の影の横道から彼を呼んだのは、臨済寺の摂西洋商であった。大言摂西は、お出向きか。言いながら歩み寄ってきた。元康は慌てて馬を降り、 ぎんに礼をして、全死にも、よいはご苦労に存じます。会場、いつもの急で、そこもとなどこそ、大義でおざる。なんの。さいは、とも一人連れてはいない。大きな体に釣り合う足を、薄汚い藁通りに乗せて歩いていのだった。元康も、ともに歩み出したが、指令をとって、 肩は並べないように、また、ここまで乗ってきた駒も、榊原平七に口輪を取らせて、乗ろうとはしなかった。今年もまた、秋とあなったな。死のつぶやきを耳にしながら、元康は言葉に表せない感謝を、ふとその人へ抱いた。幼少から、 他国の知史としてある身を、人も我も、不遇とは言うが、深く思えば、この大元切災の軍刀を得られただけでも、不幸はかえって対抗であったかもしれない。漁師は江方氏という、もし三河で無事にいたら、切災に支持する機縁には恵まれなかったであろう。同時に、自分の身に持った今の学問も、 軍学もあるまいいや知的な修行よりも切磋から絶えず与えられた精神的なものこそは尊いそれは善だ元康が節磋から得た何よりも大きなものであった禅家である節磋がどうして今川家の館に自由に出入りしまた軍師として 岩国にある顔、深く知らぬ他国では怪しんで、ために摂西を軍曹と呼んだり、俗然と言ったりするものもあったが、血を垂らすと摂西は今川一族の井原西門の城の子で、吉本とは血縁の間であった。しかも吉本は孫、縁三だけの吉本であったが、大元摂西の同風は、 う大に古い天下の大元摂西であった。吉本を人としたのも摂西の訓育であった。小田原の北条氏康と戦って今川方に敗戦の蝶が見えるや否。不利とならぬ間に馬儀の名役を結んで駿府を救ったのもこの僧であった。また、北京の峡谷。 武田信玄の娘を北条氏政へ嫁がせて、義元の娘を信玄の子、吉信に目合わせて、三国名役を結ばせたなどの政治的手腕にも、巨案を見せてきたそうである。だから彼の姿は、決して一条波流のここを行く清掃ではない、純粋なる善家ではない。清掃であり、軍宗であり、 また、階層といえば、言える存在だった。だが、大きな人物は、どう呼んでも、依然大きな存在であることに、少しの変わりもなかった。洞窟に隠れたり、幸運流水に身一つをひょうひょうと送っていたり、そんなのばかりが構想ではない。そうも、 その折々の時世によって使命が違う。今のような世の中に、己一人高く取りすまし、ミストスの物価のみ考えて、世俗を糸うかのように、三夜の無事を盗んでおるなどという生き方こそ、憎い矢子寸ではある。俗の中には、俗の目でもわかる偽物しかおらぬが、君子聖人のうちには、 らっきょうのように、一家はも、かぶっておるのが、おいでな。めったに言わないが、そんなことを、臨斎寺の縁で漏らしたことなども、元康の耳に残っていた。おぉ、あやまいった。そのさいの、踏み渡っていくのは、ぬいもんの唐橋であった。元康は、一足遅れて、榊原平七に、 何か言い置き、また城面も小物の手に預けて浪士の後から城内へ姿を隠したおはぐろ将軍ここが城壁のうちとは思われなかったそれほど華麗な館であった。 足利将軍の斜視と室町御所の規模をそのまま移したかのようである。愛宕・清水をすぐ下に臨む大日差しの彼方に、夕藤の暮れる頃になると、百軒廊下の岩には見渡す限りの証しが連なり、御所の浄瑚家と孫う風俗の美女たちがことを抱いて通り、調子を捧げて通ってゆく。 誰じゃ、いやもで。吉本は、微水の表に、イチョウ扇をかざしていった。虹のような、けの乱をかけた、中庭の反り橋を越えてきたのである。古獣の家臣や古生たちさえ、まばゆいばかりな衣装や、腰のものをつけていた。見て参りましょう。古生の一人が、走廊下を戻って、 すぐ、庭へ駆け降りた。誰か、夕闇の広庭で、悲鳴を上げたものがあったのだ。吉本の耳には、女の声と聞こえたので、不審に思って足を止めたのである。どうしたのやら、小正名は、音沙汰もない。いや、そちも見てこい。は、かわいいよも、庭へ降りて、 彼方へ見に走った。岩といっても、夕藤の裾野へ続いているかのように広かった。走ろうかと、回廊の角の柱にもたれかかって、吉本は、扇で手拍子を取りながら、京歌を小声に口ずさんでいた。女かと疑われるほど、色白に見えるのは、薄化粧をしているからであろう。 死亡に富んだ皮膚は生地から色白な質だった。今年四十一の男盛りではあり、世の中の面白い、そして得意の絶頂にある吉本だった。髪は釘風の宗髪によい、歯にはお歯黒を黒々と染め、美化に髭を蓄えている。二年ほど前から太り気味になって、 胴の長い足の短い生まれつきの体が余計奇形に見えてきているが黄金の太刀や高貴な織物の小袖ばかは親方の尊厳を包んでつま先も余さなかった。バタバタと誰かやがてかけてきた。吉本は口ずさみをやめて、ようかと言った。 トカ影は立ったまま。いえ、氏真です。なんじゃ、和子か。着子の氏真を呼ぶにも、吉本は和子と呼んだ。この父の子らしい苦労知らずの青年だった。はや、たそがれておるのに、いやもえなど出て何をしておった。地図目を、かんしておりました。手打ちにしてくれんものと。 刀を抜きましたら、逃げ回って。地図地図とは誰じゃ氏真が、愛鳥の世話を申しつけておる、召使いの女です。腰元かはい。何の落ち度で、女子など、手づからせば敗しある。憎いやつです。いや、この中納言菊から、この氏真へと、 はるけくおこりくだされた名きんを、そろうにも、えさをやるとて、とりかごから、とりにがしてしもうたのではござりませぬか。うじざねは、小鳥が好きだった。名帳を求めて彼におくれば、たあいなく喜ぶことを知っているので、都のくえからも、ぜいなとりかごと名きんは、いながらに、やたのうちの彼のすまいのつぼには集まった。 一羽の小鳥のため、一人の人間を手打ちにするという。無気になって怒って言うまるで国家の大事のように、氏真はそれを父へも当然に言うのである。何かと思えば、小に甘い義元も氏真の愚かな怒りに安全とつぶやいた。進化の前もある。 いかに自分の着難であろうと、こういう暗号を見せられたら、家臣たちも、おのずと氏真を軽んじるであろう。吉本は、そう考えると、大きな愛を示したつもりで、とわけどのよ、と、激しく叱った。氏ね、そちはいくつになる早や服も、とくに済んだみぞ。 しかもこの今川家を継ぐ嫡男の身にてありながら、小鳥ばかり買い遊んでいて何とする。地と禅でもいたすか、軍書でも読め。滅多にこう叱らない父から言われたので、氏真も顔色を失って沈黙した。けれど、平常、その父をさえ甘く見ているし、地の漁場にも、もう、 批判の目のできている年頃の氏真なので、かえって反抗の口を結んで膨れ帰っていた。吉本もまた、そこに弱点を感じるのだった。アングラほど子は可愛いのである。自身の行情も、決して子に良い教育を示していないことも知っていた。もう良い。 以後はつしめ。よいか、うじざね。はい。何を不満な顔しておる。何も、不満には存じません。力私され。小鳥など飼っている、時世ではない。で、では。なんじゃと今日の歌姫と、酒など飲んで、昼からもうたり、鼓を打ったりしておる時世だと、おっしゃいますのか 守れ、小坂衆でも父君にはほのれ吉本は持っていた扇子を氏真の顔へ投げつけて父をあげつらうよりもそちはそちの分を守れ標法軍学に心を寄せるでなし市民形成について学問をするでなしさようなことでは吉本の後は告げぬぞ 父は若年まで、禅寺に入って、つぶさに苦行もなめ、数度の合戦も踏み、たとえ、今は核あろうとも、なおなお、大志を抱いて、従言を望んでおる。そちのような、正短正子の者が、どうして吉本の子にできたか。吉本の今に、何の不足もなけれど、ただ、そちにのみは、憂いを覚える。 いつの間にか、吉本の古獣たちも皆、大老化に指をついてうずくまり、吉本の言葉に胸を打たれて、等しく安全と差しをつもいていた。さすがのおじさねも、神戸を垂れて、足元に落ちている父の奥義を見つめていた。そこへ表の侍が、善主様にも、松平元康殿にも、 また、その他の方々も、はや、橘の壺にお揃いで、親方のお出ましをお待ちかねでございますが、と告げてきた。橘の壺というのは、柑橘の木の多い、南勾配にある別殿で。こよい、本はそこに、臨済寺の前詩をはじめ、復讐の者を、表向き、夜の茶に招くということで、呼んでいたのである。 お、そうか皆そろてか身が主人役遅れてはなるまい父と子との心を噛むような沈黙の今を救われたように吉本は去って大老化を彼方へ歩み去った元より茶事というのは表向きだけに過ぎない吉本の同房。 ゴンアミというものが注文まで手明かりを持って出迎えに出ているさまなど夜の茶会にふさわしくほかげの揺らぎ虫の音など風流の気に包まれて見えたが吉本が通ってそこが閉まると一組七名ずつのすやりをひっさげた兵が絶え間なく付近をめぐって水も漏らさぬ警戒をしていた。 お館様お出ましです橘の壺の静かな矢のうちに権阿弥と他か一名の同胞の声がそう形出するように奥へ伝えた床の低い二十畳ほどの寺院風の一室にほのかな明かりが揺らいでいた 座には臨済寺の切磋和尚をはじめ同心の井原将元朝比奈和枝などの顔右側には一族の斎藤家紋之助群れ戸之尚などの姿の見える端に松平元康も座っていた木蓮と左右の流れは正座に向かって少し頭を下げていた 切れずれの音も耳立つその静かな間に、吉本は着席していた。故障も、禁止一名も、ここへは従えていない。同房衆二名だけが、遠く二軒か三軒隔って、控えている霧らしいのである。持参申した。違惑の人々の礼に対して、吉本の挨拶だった。そしてまた、 切妻へは特に、上老にも五老体を曲げて、といたわった。近頃は死の姿を見るたびに、体のことについていたわったり、尋ねたりするのが、吉本の癖になっていた。事実、この五六年来、切妻サイは闇がちで、老いが著しく見えていた。吉本は若干の頃から、 この人に君頭され、この人に弁だされ、またこの人に守られ、励まされ、すべて切妻の形成と作望と有力によって、今日の代を築いてきたことを知っていた。だから、切妻の老いは、自分の老いのように感じられてならなかった。けれど、それも初めのうちだけで、切妻に頼らなくても、ここ数年、 今川家の勢力はびくともしないばかりか、いよいよ商店の勢いで、流暢の一方にあることを見ると、いつの間にか若干からの成功も、すべて自分の器量のように思いなされて。もはや義元も、大人に何もしたれば、遅刻の祭りについても、軍議の方策についても、構えてお案じくださるまい、長老には、 余生を十分に楽しまれてもっぱら同風のご先風に心お注ぎあるがよいなどと緩和の檻などを口に漏らしてかえって近頃は節災の介入を敬遠するような風も見えないではなかったしかし節災から見ると困ったものと用事を見るような憂いが いにななっっても去らないのであった。ちょうど吉本の目からこの氏真を見るように、切妻から吉本を眺めると、早ういかなと思わずにいられないのであったらしい。吉本が近頃は自分の多病にこと寄せて自分を煙たく思っていると分かっていながら彼は努めて政治向きにも軍議にも。 肋骨を運んできた。分けて、この春ごろから、もう十たびにもわたる、立花の壺の会議には、病中でも欠席したことがなかった。ここの座で、やるか、いまだか、の、二つに一つが決定されることこそ、今川家の不沈に関する重大事であるからだった。虫しぐれに包まれて、 意図をひそやかなうちに天下一遍の大表議は行われていた外の虫の音がパタと病む時は警戒のすやりを下げた死の組が立花の壺の柿外をひたひたと通っていく時だった「和恵この前の表議のおり申し付けておいた調べ整うたか?吉本のに」。 ざっと朝比奈和恵は携えてきた書類を広げて評議に先立って一様の説明を加えたそれは織田家の領地と犯罪の調査やまたそれから算出した兵力武器などの詳細な書き物であった「聖判とは申しながら近年になりまして著しく織田家の財政も」 立ち直ってきたかに見受けられますが、和恵は言いながら、数字の表を吉本に示し、尾張一国とは申しますが、尾張の東部南部の東春日井や知多郷のうちには、五島家で切り取った岩倉城のごときもござりまするし、また、織田に属しておるとはいえ、二神を抱いておるものもあるやに存ぜられますので、まず、今の情勢では、 織田の領有は、およそ、終わり一国の半分以下。五分の二と見れば、大差ないかと思いまする。んなるほど。聞き及ぶ通りの、商販だの。して、兵数は、どれほど出し得るか。微州五分の二領と見れば、その領地高は約、約、十六、七万石に当たりましょうか。一万石について、 傭兵力をおよそ二百五十人と積もると織田全体を挙げても四千内外守兵を除けば三千内外の兵しか動かすことはできますまい <laughs> 突然吉本は笑った笑う時は少し身を斜めにして美しく染めた口のお歯黒へイチ型の扇子を当てて笑うのが 彼の、いつもする癖だった。三、四千となようまあ、それで、一国を支えておるものじゃのう。身が上洛の道にあたって、心すべき敵は、織田であると、長老も仰せられるし、そちどもも、織田織田と、しきりに申すゆえ、数えに死祭をかき上げさせてみたわけじゃが、たった三、四千の兵が、 吉本の軍勢の前に何するものじゃ外周の一色、蹴散らして、星通るに何の造作があろう摂西は沈黙していた。群れ、門戸の将、伊原将軍、斉藤、家紋之助なども、等しく口を勘していた。吉本の動かない決意を知っているからである。すでに、この計画は、 数年来のものであり、今川家の軍備も大政も、あらゆる施設の方向は、吉本の上洛と天下制覇の目標にあったのである。き今や熟し、吉本の胸にも、そのうつぼつは、待つまでもなく、迫りきってい,いのだった。それを、この春から、いざ結構となりながら、評議を重ね、今もって、 実現に至らないでいるのはこの中枢部のうちにもまだ時期であるまいという焦燥論者があるからであったそれは摂西予想であった摂西は焦燥論というよりはもっと消極的に吉本に内地の検索のみ進めた旗を中元に進めて天下統一の対応 よしもとが成し果たそうとする大使に対しては、悪いとは言わないが、決して賛同を表さなかった。そういう態度を持している摂西和尚の気持ちの中には、苦しいものがあった。なぜならば、よしもとに向かって若干から、今川家は、東大の名族でおわせるぞ。足利将軍のと、もし、 およつぎのなき時は、三わのきらしがつぎ、きらしに人のなき時は、けい家、今川家から立つことになっておる。すべからく、あなたも大使を抱いて、天下の主たるほどの気量を、今から養っておかねばならぬ。と、そういうようなくんい育をしたものは、実に、いじ自身であったのである。一条の主たるよりは、 一国の君となれ、一国の君たるよりは、十州の大使となれ、十州の大使たるよりは、天下の支配者となれ。誰も教えることである。当時の武人教育はそうであり、当時の武家の子弟は皆、風雲の世にそれを望んだ。切祭もまた、吉本を教育するに、それを願目とした。 そして彼が吉本の伊曝に参じてから今川家の国政は急激に膨張した。波行の海底を徐々に踏んできたのである。が<か>、節災は近年に至って自分の教育と補佐の任に大きな矛盾を感じ出した。それは吉本がいよいよ自信を持って計画を進めつつある。 天下統一の剥業になんとなく不安を覚え出したことであった器でないいかんせん親方はその器ではなかった吉本の行場だの分けて近年著しく思い上がってきた風のある彼を眺めて切細の考えは急角度に保守的になった今が絶頂だ かの君のご器用いっぱいなところだ。思いとどまらせねばならない。そこに、切いの苦しみが生じ出したのである。今を自分のざ盛りと自負満身している吉本が、にわかに中原進出の大去を思い止まるはずはなかった。切いの還元は、切いの老衰のせいであると、笑って取り合わない。もう。 天下は半ば我が手にあるものとしているのである誰がさせたか吉本の慢心を責める前に切磋は自分を責めた器でないものに器以上の体毛を抱かせたものは誰でもない自分ではなかったかともはや乙女すべきであるまい切妻はもう還元しなかった その代わりに、評議のために、大事に大事を取るべく主張した。尊厳さんの大軍と吉本の異性をもって、京都まで登るに、何ほどのことがあろう。と、口癖に言う吉本をたしなめては、沿道の諸州の実態を探らせ、あたう限りは戦わずに、未然の外交策と利をもって、無血の上洛を図ったりした。 けれど、京都までの遠道で京国美濃より近江よりどこよりもすぐ避けられない門出の一戦はまず織田という敵だったこの敵は小粒だったしかし外交で行けず利で行かず戦って実にうるさい敵なのだそれも今日や昨日の敵ではなく遡れば 四十四年も前から一条を取られれば一類を取り返し一丁を焼かれれば十尊を焼き返し実に信長の父の代吉本の祖父の代から両藩の国境には両家の白骨を埋み合ってきた祝縁の間なのである織田では徳今川上洛という風評に四十四年の 昇丹の報われる時節は来たれりと、一大決戦を覚悟しているとのことだし、吉本はまた吉本で、手頃な上洛人の血祭りと小田作を練っている今であった。いやもう、今宵を最後とする軍議なのであった。摂西和尚や元康らが親方を下がって木戸に着いたのは、 もう、府中の街には、明かり一つ見えぬ深夜だった。五分後、天に祈るほかない。年取ると、前骨も具に帰る。寒いのう。寒いとも思えぬ夜なのに、銀河の空を仰いで、切磋琢はつぶやいた。後で思えば、その頃から、彼の老病は、 かなり暑かったのであろうその夜を最後に切磋琢は再び土を踏まなかった臨済時中秋弱膜一人の高僧はヒソと死んだ暴食冬が近づいた まだ臨在寺の菊は万節の匂い高く咲いていたが、府中の城下から仰ぐと、眉に迫るほど間近な富岳は、真っ白な雪になっていた。降りろ門前町の辻まで、向こう見ずに飛ばしてきた一騎の看板は、四つ辻の角を固めていた侍の長槍で、いきなり足を払われて、竿立ちになって暴れ回った。 おう。落馬はしなかったが、安状の武士は放り出されたように降りて。何を召さる辻を見回して、そこらにたむろしている今川家の侍たちへ食ってかかった。止めたのだ。断りなく、どこへ参る警護の者は当然のように言い払う。臨在寺へ。一方も公然と言い返したが、辻固めの死たちは、 ならん。と、一周した。なぜならんのか。臨在寺には、今日、親方様をはじめ、重臣方が、摂西和尚の気にちとて、ご参へ遊ばされておる。家中一等の参拝はもう済んで、皆帰られたが、まだ親方様と、主なる方々には、ご休息中でいらせられる。それゆえ、ご帰還までは、この先、往来止めと、 立て札の立っておるのが見えんか見えたればこそ、急ぎ通るのだ。さ災もたらさず。牙の足を殴るとは、無礼であろう。何見えたればこそだと考察は、法令であるぞ。わかっておる。申したな。絡めとれ、このものを。あて、あでれ申せ。いや、御身らの落ちとになっては。 気の毒だから先に言うて聞かすのだ。この方の懐には、大高城の師匠、宇戸の長照様より、親方様への下級な軍情を所持しておんのだぞ。いや、旧士か。軍情を所持する場合は、鬼人に出会っても下馬に及ばず。大手唐橋の問題まで、乗り付けもごめんに合いなっておる。もちろん。ゆえに、臨済寺の門前まで、 牙のままかけようとしたが、なぜ悪い軍情を持った九死とわかれば止めはせん。無断かけ通るゆえ、断っているまなどはない。では、お通りなさい。ただは通らん。早まれ。咎めるのも役目だ。早まるほどなら、訓命を持って腹を切る。早まらん。そのあいさつ気に言った。よし、叱らば。 預けておくぞ。インステルと旧市の武士は駒の背へ飛び移って臨在寺の門へと駆けつけていった。前札は浸透していた。分けてこの秋、切妻長老の亡き後は山門も道具も森も余計弱膜の感が深かった。モズの泣く音もなんとなく寂しく肌寒い初頭だった。 けれど、今日の切災四十九日の期に昇降した今川家の少子の中には、どことなく平和を書いたざわめきがみなぎっていた。辻固めの死にまで、殺気に近い緊張が流れていた。戦がある。長老の死は、親方の上洛の期を早め、隣国の敵は、帰省を得て、今日を突こうとするに違いない。 だから、いずれにしても、合戦は短くなった。今川家の人々は、そういう覚悟の中に、国国と国境の変を、この二三日、耳にしていたところなのである。誰と誰と誰とは、残るようにという使命で、その日、法への住んだ後も、臨在寺の奥女院には、吉本を中心に、 今川家の爆笑二十名ほどがひそやかに何事か表議していた。虚勢切災がゆいてから、吉本の遺くには、吉本の意見を制する者はいなくなった。いつも黙って末席にいる松平元康は、自政官でも、今日の方策でも、某氏の切災と最も近い意見を抱いていたが、 彼は外藩の知史の身だし、あまりに弱年でもあるし、言うても取り上げられないことは知れすぎているので、意見も何もないように沈黙を守り通していった。大高表から、ただいま、お引きでございます。はい。早間のご急氏が、これなるご主張を、親方様へ即刻、お取り次ぎあるように申されまして、 廊下じ切りの杉戸の外でする声であった。その取り次ぎの層に対して何か言っているのは出入りを見張っていた蕎麦衆の人々であろう。神官とした全貌の奥なので、場所に隠れている中庭の向こうの広所院まで、この声はよく届いてくるのだった。何大高表から飛脚と 表議の座は、皆口をつぐんで、等しく聞き耳を立てた。折りも折り、心元ないと思ったらしく、吉本は。元康、立ってみ。と、顎を真っ先に向けた。は。静かに、席の裾から、元康は廊下へ出て行った。たとえ何者でも、 どんな用事を帯びた者でも、表議中は杉戸から一歩も入ってはならぬと厳命してあるので、元康がそこへ行くまで、取次ぎの層も、見張り番の近従たちも、杉戸の外でまだ応答を繰り返しているだけだった。何か、元康の顔を見ると。はい、実はただいま。 これなる御書面を携えた九死が、大高表から夜を日に着いではせつけたとのよしで、金重もそう、両手を使いながら飛脚状を差し出した。軍状である。味方の大高城から何か下級な飛脚といえば、容易ならぬこととはすぐ知れている。死者は、ご本堂に控えております。すぐ、 お方様へ、ご披露を申し上げておると伝えて、しばらく休息させておかるるがよかろう。もとやすは、それをもって、表議の席へ戻ってきた。なりごとの急報か。と、案じる者の,のように、席の所将も、吉本自身も、その間、無言のまま、もとやすの取り次ぎを、待ち抜いていたおももちだった。 午前まで。と、元康は、書状を、朝比奈和江の前へ置いて下がった。和江の手から、吉本の前へ、それは披露された。吉本は、すぐ封を切って、一見していたが。虚構罪な。黒々と、金を染めた歯が、下唇を噛んでいた。すぐそばに稲がれている。 無礼文の賞や、井原将元の方へ、書状は無造作に投げられていた。吉本の瞳は、じっと乱魔を仰ぎ、順々に書面を一読して回している爆笑たちも、次々に異様な輝きを目に叩たたえたまま、しばし沈黙を守り合っていた。大高城は、尾張本国と、 北半島との喉にあった。ちょうど、胴と足の付け根のような地形に、今川家の勢力は、剣河のように深く食い入って、靴掛かけ、大高の二条をつなぎ、小田漁の脚部をそこで切断した形になっていた。前に、小田方では、大高城の前衛、なるみを奪回していた。その後、小田方では、 なお手を緩めず、靴掛けと大高の二条の間に、旧ごしらへの取り出を設け、大高城の孤立化を図っていたが、吉本上落の技がようやく具体的に進行してきたと知ると、昨今急激に大高城を包囲してしまい、古城の運命は完全に迫っている。という書状の内容なのである。もちろん書面は、 大高城の首相、ウドの長テルの直筆で、間違いないものだった。援軍を頼む。ということは、一言も書いてはなかった。けれど、以上の休泊を告げているほかに、孤立の城内には、氷楼も乏しく、松杉の木の皮を持ちにして食べ、合戦の日だけは、米の汁を、 兵に飲ませているなどという球場の一端などがしたためてあった。順々に書面の回し読みが済む間、沈黙を守り合っていた人々は、その間に同情者の悲惨な忍耐を、おのおの胸に描いていた。休止のもたらしたその書面は、やがて席を一巡して、松平元康のところへ来て終わった。 元康も一読を済まして、朝比奈和江の手から、吉本の前へ返した。どうしたものか。吉本には差し当たって良い対策もなかった。いや、吉本のみでなく、今川家の参謀と言われる井原正源にも、名称の聞こえ高い無礼モンの将にも、 すぐそれに答えられる考えもない様子なのである。元康も黙って控えていた。突交通、日頃の治療を絞っている面持ちは誰にもあるが、以前声もない刻々が重苦しく続いていた。分けて吉本の眉には短い苦痛が刻まれていた。小田のおさえとして、 大高城に入れてあるそこの師匠、宇どの長照は、吉本の妹婿にあたるものなのである。指針の上からも見殺しにできないし、また、小藩の織田不在に、大事な幼地と妹婿の生命を略取されたと聞こえては、上落の退居を控えている威風の手前としても、死輪に対して面白くない。なんぞ、 策はないか。良い思案は。放っておいたら、大高表の者ども、みすみす植えじぬであろうが。重ねて、吉本が言った。しかし、吉本の言っていることは、当然なことと困惑を繰り返しているに過ぎないのである。もともと、大高城の地理的な位置が無理なところにあった。 侵略した敵地に深く、そこだけが突き出していた。で、一朝、孤立したとなると、離れ島も同様な地点に置かれた。その上にも、ここを半年ほどの間に、小田家では計画的に、和室、丸根の取出をはじめ、丹下、中島、前正寺などの各部落や高地に、 ご石を敷くように取手を構築し、今日の行動を起こす前に、大高を地理的に遮断しているのである。援軍をやると言っても容易ではなく、大高へ兵糧を入れるとしても、なおさら何時であった。すると、一人。先月ですが、私をお使わしくだされば、来年の五条六まで持ち支えるよ。 大高表の儀、静まして参りますが、と、言い出たものがある。誰かと、末席の方を見ると、父の、松平元康なのであった。松平元康というものは、若いのに似合わず、引っ込み思案な男である。境遇は、人を作るというから、自然そうなったものだろうが、無断な優勝の器ではない。 常に彼を見ている今川家の爆笑たちは、そういう定評を是認していた。その元康が今、私が行きましょう。死難中の死難と目されている大高城の救援に進んで志願したので、え疑わぬばかりの目が、いわゆる引っ込み思案な彼の姿に集まった。牛本も、 意外な表で。元康、バイルというのかはい。大高表へ、兵糧を入れる工夫があると申すかいささか。うん。そっちにな。吉本は考えていたが、一人で大きくうなずいた。元康の人間を割合に知っていたのは、この中では、 やはり、吉本であった。ご、切災行商が、常に彼へ言っていたからである。あの、ご患者を、いつまで籠の鳥の知志と思っていると間違いまするぞ。今川家の久に救うて満足しておる、炎弱ではおざらぬ。大砲の雛は、雛のうちから、大砲になる心得をもて扱っておかぬと。 買い慣れるものでおざる。そう聞いても吉本は、年久しく信じきれなかったが、加管して以来、めっきり大人に見られてきた元康の原稿や、ウインぶりなどを見るごとに、切磋琢の言葉が思い当たるのであった。よかろう。しからば、大高救援の儀、きっと、つつがなくいたすであろうな。 神明を落として、必ずご安心の愛なるようにつかまつります。他連、ご養育を受けましたご恩返しの一端にも。と、元康は言った。彼の身を、知事として、今川家に軟禁しておくことは、政略であって慈悲ではない。三河平洞の作望ではあるが、同情や善意ではない。 にもかかわらず、元康は、それを養育を受けた恩と言っているのだ。今日ばかりではなく、常に元康は、吉本に対して、恩義を感じている様子を何かにつけて表した。吉本は、自分の腹の底に思い比べて、ふと不憫を覚えた。これほどまでに、この一致死は、 自分を頼り、自分の与えている性に、恩を感じているのかと思って。で、何気なく言った。大高の城は敵地の中だ。間違うたら全滅。決死の覚悟を持たねば参れぬぞ。懸命にしてのけよ。もし見事、大高一条の者の生命を救い得たときは、 その褒美として、他年、三河による、おもとの同心どもが宿望としておる。当主、元康の本国貴城を許して使わすであろうぞ。ありがとう存じまする。七歳の檻から知事として、他国におるそこもと、おもとも帰りたかろうでの、さほどにも思いませぬ。 おもとはさほどに思わずとも、三河の老身どもは、やはり、主は主として、身近に置きたいは山々じゃろう。無理もない他年の願い。この度は、大高城において、見事、手柄を立てられよう。それをもって、返して取らせる。はい。元康は、ちんで命を受けた。そしてまた、 吉本の誓いにも心から礼を述べ、下がりかけた。爆笑たちは多分な不安でさっきから眺めていたが、すでにことが決まったので、この上十分に用意していかれよと、大高付近の地理、小田軍の兵室、合戦の心へ、小児田のことなど何くれとなく先輩としてこと細かに教えあった。ほい。 元康は心得抜いていることでも、素直に、神妙に、いちいち手をつかえて聞いていた。兵糧人。例によって信長は、懲りにもいる。という触れ出しで、友回りも極めて少人数だし、支度も軽装のまま、総長、清津から やがいへかけたのであった。だが、いつもの狩り場近くの山野へ出ても、鷹を放つ様子もなく、譲るをかける風もない。なるみじゃ、なるみへ。後方からかけ続いていく者たちは、信長のそういう声を聞いたが、なんでにわかに、なるみ城へ行くのか、信長の気持ちは察し入れられなかった。なるみ城で、休息。 かねて昼の弁当を無造作に食べ終わると間もなくまた、丹下の鳥で迎え、と例を下し、鳴海から栗坂井の鳥で鳥で接続している軍用炉を小回しの限り駆け出した。価値や小物はもちろん落語してしまった。牙の家臣ばかりが信長の前後を約二十気ほど包みながら、 一陣のつむじが映っていくように、丹下村へ入った。よ、や、何か。鳥手の物見は手をかざしていた。この付近一帯は今川領と織田領とが丘一つ、川一つへらって退治している最前線なのである。秋が来ても春が来ても、ここには無事という日はないのである。との。 呂大の階段から真下の刈屋へ、物見の兵は怒鳴った。ここは戦のない日も戦時であった。取りの師匠、水野盾脇は、刈屋の武者溜まりの一宮に将棋を置いて陣頭を立てたまま何か目相していたが。おう、何か。右側の幕を上げて、暴露の方を見上げた。サブロースケー、 何事だいな、砂煙が見えました。いずれの方から。ナルビ街道にあたる西の方より。では、味方であろうが。それにしても。いぶかる暇に、縦脇はそこを立って、もう、ボーをへ登っていた。モノは、そこを一歩も動かないのが、役目の原則なので、首相にも上から言葉をかけたが、 縦脇が登ってくるとひざまずいて片手を使いたおっなるほど薄い王人が見る間に小なたへ近づいてきた森に隠れまた畑のかなたに見え丹下の部落の外れまでかかってくるとおっ信長様だ縦脇は仰天しながらボールをから駆け下りたそして 鳥での柵外まで、出迎えに出るとまもなく、一気、先に飛んできた。丹下村の外れにたむろしている守備隊の一生だった。ただいま、お先ぶれもなく、清洲城より信長様が、ご純子になって参られます。お知らせまでに。慌ただしく告げて、伝令はすぐ、無知を返して去った。 それとほとんど入れ違いに、鳥出の山裾には、汗と誇りにまみれた二十匹の主従が、馬を降りて、何やら怖高に話していた。盾脇は、作門の内へ、整列と、怒鳴り捨てて、走行と山下までかけていった。その盾脇とぶつかりそうに、駒を捨てた信長は、かちで少し汗で蒸気した顔に、 微笑を持ちながら登ってきた。あまりにも不意である。この最前線へ、しかも軽装で、予告もなく、なんでにわかに信長が見えたのか。水野盾脇は少なからず老媒した。ともあれ。砦の中へ信長を生じ、首相水野盾脇以下、山口蛇の女。 告げ現場などの武将もれして、いつもながら、ご検証におわして、と挨拶を施した。が、信長の耳には、取ってつけたような通例の機嫌伺いなどは、聞こえもしない顔なのである。将棋を、展望のよい、頃合いなところに置かせて、そこから味方の全将寺のとりで、中島のとりで、 鷲津、丸根の類など、地形的にしきりと案じがう。とんと眼に見えるが、大高城の近況はどうじゃのは。水野、山口、柘植の所長は、さてはやはり、それがお気がかりで、と、信長の請求な日頃の気持ちと思い合わせ、何かしら鎧の下に汗を覚えた。されば。 敵の城内にはもう特に、領職の蓄えも尽きたはずではござるが、さすがに衰えた規制は見せず、かえってたまたま少人数の騎兵を持って、鷲津丸根の砦などへ、夜中、酒寄せを仕掛けたりなどしてまいりまする。水の手は立ったか。水は、城内に良い井戸があるので、外部の水の手を遮断しても、にわかに。 こうはございませぬ。それと、冬ともなれば、雪解けも蓄えられますゆえ。長引くのう。縦脇は、攻められたように、無言で図を下げた。大高一条、この付近、四つ五つの取り手で包囲し、完全に領職の運輸まで遮断しながら、容易に敵を屈服せしめないでいるのが、無能な長人のように、 自責しているところなので、信長のつぶやきがすぐ胸に応えたのである。所詮、この文では年内の落城は大つかないかと存ぜられます。で、我々のみではなく、和室取り出の飯尾大海の守殿にも、善将寺の佐久間左京殿、丸根の佐久間大学殿たちも、一挙に大高へ攻めかかって、 踏みつぶすに何ほどのことがあろうぞと、たびたび清須て意見を差し上げて、ご採決を仰いでおりますが、いつも我が君のお許しがないために、言い訳には似てるが、と思いながらも盾脇が言うと。いや、いや。信長は皆まで聞かぬうち、各取りの少子の焦り気味を察しで、 無理いたすな。長人になるとて、神尺には及ばぬ。と、言った。恐ろしく短気に見える信長の一面に、こういう気長なが感度があるのか、盾脇には不思議にさえ思われ。る。盾脇。は佐久間大学、佐久、飯尾、大海などにもおうたら、そう伝え。大高城は、 寸婦の府中城ではないほどに、あまり過ぎた武者震いは、ここでは無用ぞと。よいかは祖師たち、いや、鳥での一兵たりとも、信長にとっては大事ない命ぞ。あだになすてぞ。近く、駿河の田舎区房が、寸縁三の大軍を誇って、上落の企てあることも、聞き及んでおろうが、 隠れない義、と処置しておりまする。無郷、終わりの国土、踏み通らせてなろうか。街道の弓取りは、吉本のほか、一名もなしと、天下に笑われることは、信長の聖あるうちは、忍べることぞ。何の、大田がごとき、古城一つ。信長、遠を見て、語尾を唇に噛んだ。 仮に、今川の上落軍が、最上を決行する場合、どのくらいな兵力を持ってくるか、信長は、もうあらかじめ、概算をつけていた。彼の領有面積や、常備の兵数から、その露水を引いても、おそらく、2万から2万5千は、かけまいと思われた。そこで、自信は、と、胸の内で、 比較してみると、全領土を挙げても四千内外。そのうち、四輪の国境や留守組を引くと、四五百から二千の兵しか動かせないことが分かっていた。数ではない。信長は信念している。しかし、戦いはまた、絶対と言っていいほど、かは衆に勝てないものでもある。 今川正場の場合は、一たまりもあるまいと、あたりの国は小田を見ている。崩れたと見たら、一辺の肉に画廊の寄るように、分け前を争う敵が、今川とこうして、なだれ込むに決まっていた。死に害も、生まれがいもある時の潮が、目に見えてきた。おことらも、命を惜しめ。ならば、 ちりがいのある場所で、枕を並べよう。繰り返すように、信長は言ったが、不当、永端を、興奮から切り捨てて。昨夜遅く、清須に入った情報によれば、三河の松平元康は、大高の古城へ兵糧を送り入れよとの命を受けて、寸譜表より立ったとある。あの三河の患者は、 まだ父臭い頃より、小田家にも父としており、その後、今川家にも長年養われて、人中の大き観難には鍛錬された人間。若年というても、あなどれんぞ。心しておれ。断じて、大高の兵糧口を固めておろうぞ。と言った。縦脇も、告げ現場も、何のぬかりが、と言わぬばかり。 ただ、目令をもって、胸をかしこまった。信長は、それを言うために来たのであろうか。すぐ将棋を立って、取り出口の式を一巡見て回ると、再び、金字二十騎と、次の取りでへかけていった。その夜は、全将寺の取り出に止まった。次の日は、 バシズ、マルナの二箇所を視察し、同じように、少子を激励して回った。わずか二三日でも、彼がキオスの本上を離れていることは、かなりな冒険であった。正面の敵の来襲は、今、街道の方面にあるものの、伊勢寺、美濃寺、公州方面の国境いたりとも、決して安心ではないのである。 よし。無知を返すと、信長は、四日目にはすでに、清須にいた。清須から、四方を見ていた。その一行が、帰乗したのを見届けると、終わり平野の稲田を、一羽の離れ狩りのように、東へ東へ、急いで行く男があった。 旅の薬売りのような姿をしていたが、三河寮へ入ると、どこの柵でも、宿場でも、彼の顔は、私分のものなら知っていた。言葉もかけずに、木礼だけすると、往来の厳しい宿場の軌道でも、黙って通り抜けることができた。鵜戸の人質なのである。かつては、山伏で往来していたが、 近頃は薬売りとなって出没していた。言うまでもなく三河型の重宝役が彼の任務だった。人七の足が岡崎まで走らないうちに彼はある一宿場に溢れている仙田に近い小里田隊と約二千ばかりの軍勢に行き合った。人七、どこへ参る 小二田隊の間から彼の姿を見かけてこう呼び止めたものがあった。振り返ってみると石川義一郎和正であった。ああ、和正か。人質は足を戻した。石川義一郎和正は何十頭かの小二田隊の一招隊の指揮官として働いているらしく、暴露のように馬臭くさくなって陣馬の間に、 何か怒鳴っていたが、すぐやってきて。久しぶりよな、人七。うん。誰ともだ。面白がろう。何が、お主の,の役目を。バカな。ウドの人七は、心から腹が立つように。とがもないのに、ご感動の手になって、何年も栗の土を踏まず、大小さすみが、山牛になったり。これ、この通り。 薬売りの真似をしたり、何が面白いしかし、諸国の情勢を見、危険を犯して、敵地と地獄等、出没して歩くなど、我々にはない役得だ。馬の海馬を挑発したり、馬の間に寝たり、懲りだたも、華やかでないな。お互いに、陰で働くものがあるから、華々しい立ち武者や鉄砲武者に、 よい合戦をさせることができるというもの。まず我々は、味方のそれを眺めて、留院を下げるのだな。時に、小田の寮内では、早固めておろうな。オーブ、横根のあたりは、どんな様子か清洲から、人数を増してきたようかな。さようなことは、ここでは言えん。おい、気をつけろ。伊賀馬が一刀、手綱をほどいて、 おれいへ、それだぞ。人質は、先を急いでいった。歩いても歩いても、両側の並木から、民家の日差しまで、馬、馬、馬で埋まっていた。宿外れや、豚山場の付近は、なおさらであった。ここでは、穀類や関西や、塩、味噌、粉、干し魚、鰹節などの俵と籠と,籠と黒で、いくつも山ができていた。 金剛から運輸してくるのは皆、農夫や妊婦であったが、稲に積み込んでいるのは皆、兵であった。具足や鎧や顔までも、白い米の粉にまみれている大将の姿などもあった。脇目も振らぬ少子が、そうしてがやがや労働している中で、馬は悠々とあちこちで威張りをしていた。五人所。 曲がり道のあぜに木札が立ててあった。あぜの突き当たりに丘の寺が見えた。人質が不用意にすぐ曲がりかけると、あらん稲村の陰から万平の槍が二本も出てきた。が、人質の顔を見ると、ああ、どうも。槍を引いて目礼した。人質はあぜをかなり早い足で渡った。 寺は本陣となっていた。小さな前札である。ここには干物や馬の威ばりの匂いもしなかった。許されて山門を入るとすぐ、松平元康の姿が本堂に見えた。本堂の紙幣を取り外して、元康は将棋により、家臣の群れに取り巻かれていた。図面が一枚大きく広げられてある。 表記中と見えて、主なる三河衆の顔は、大概その周りに見受けられた。酒井義郎正近、道小五郎、松平様之助とし、鳥居西五郎、内藤孫十郎、孔力慎九郎、その他、天野、大久保、土屋、茜などの人々、多くは若武者だった。鳥居忠吉のような、 同神の白髪瓶は一名も見えなかった。人七殿は立ち返りました。武者の一人が伝えると、主従一塊の顔が絵図面の上から等しく振り向いた。人七か、待ちかねていた。これ、と、元康の軍船は彼を差し招いた。首相の元康を中心に、酒井、松平、 公力、大久保、天野などの不大は、この後もに人質に質問を発した。以下、人質の探ってきた敵上の答えと、誰彼の質問を、一足に記録してみれば。人地支中の信長は、なお前線に、とどまるや否や。清騎乗せり。出陣の様子は、見受けられず。 人数火星の形成はいかになし。氷涼入れの松平軍が近づきつつあるを、敵はなお知らざるならんか叱らず。しかも火星もなく、信長の出動もなきは、彼らに、お味方遮断の自信あると見得るなり、もっとも手強き敵類は、足図、丸根の二類と見られて騒動。 味方、前進、諸突して、勝利の分ありやなしや。断じてこれなし。と、言ったような応答が、かなり細微にわたって交わされた。何事にも、大事に大事をとって、石橋を叩いて渡る主義の元康は、人質の他にも、石川三、杉浦和次郎、道、八郎五郎など、蕎麦物見六名を、 夕べから今朝にかけて放っておいた。その物見組の者が次々にここへ帰ってきた。そして幾分かの観察の差はあるが、大部分は同様な報告をもたらした。ただ、人質を加えて七名の物見が完全に意見の相違を呈したのは、前進して、 松平軍に勝ち味があるか否かという問題であった。七人のうち六名までが勝ち味なしと味方の前進を危ぶんだ。それは地形から見ても人数から見てもあらゆる角度から見て大高城へ近づくまでには味方の全滅を覚悟しなければならない条件のみが備わっていた。いわゆる 兵法でいう、七であった。もっとも、そのために、大高が孤立し、幾度の援軍も、兵糧搬入も失敗して、元康が選ばれてきたわけであるから、今更、ここで二の足を踏む理由はないわけだった。要は、その七をいかにして破るべきか、七を聖地にするか、にあった。 八郎五郎。は。杉浦八郎五郎という物見は、元康から不意に呼ばれて、大きな目を上げた。そち一名だの。このまま前進して、味方にリアリという意見を述べたのは、さようでございます。何をもってそう信じたか。深い理由もございませぬが、わしず丸根をはじめ、全将寺、 中島、その他数箇所の敵の鳥では、それを連絡すれば大きな敵ではありますが、一つ一つに見れば、元来、一つ一つのものでしかございません。言い方がおかしいので、誰か苦笑を漏らしたが、もたやすは厳重になって聞いていた。うん。一つ一つ、それに違いない。して 杉浦八郎五郎は、よく舌の回らないような物言いする男だった。物見役には動作も鈍くて、すべてが呪い男だったが、元康は蕎麦物見として、大勢のハヤブサの中には、きっと一羽、このどんなカラスを混ぜて使った。はい。ですからその、敵のたくさんな砦を、一つ一つに、 力を分けさすように、五角戦を図れば、大丈夫、お味方に勝ち目があると存じましたので。やっと思うことをそんな風に言って、八郎五郎は額の汗を吹いた。彼の言葉は、当の考えを二分しか言ってなかった。元康はそれを自分の器量に入れて、すぐ何十倍にもして聞いた。 かつてんと、彼の前には、活路が開けてきた。し地を聖地にするの、道がついた。もうよい、そくせい。一度も軍議をやめ、ろうなつ使え。元すは本堂を出て、回うを行きつ戻りつ、足のらししているようにめぐっていた。守備をしとげたい。元すは、 合戦の勝敗以上、今度は、孔を願った。偉人の時以上、今度は、しきりと、孔に流行った。府中を立つとき、吉本は訳した。今度のことのみは、守備を仕渡されよ。それを打とうて、三河一国の宿坊、叶えてトロスであろうほどに。元康も、 早く三河に住みたいのだった。普代の古老や自分を持つ進化たちと共に暮らす日が待ち遠しいのである。シンクロウ、シンクロウ。回廊から突然元康は高く読んだ。自然小姉が張っていた。何事かと高力シンクロは駆けてきた。土砂と草刷りの響きをさせて、 いたどこへひざまずいた。海を吹け。元康の目は夕焼けの雲を三門の小杖越しに見ていた。群羽が黒く飛んでいた。は、では。津軍の、よいよ、は。渋沢の水羅を高く手に持ち、高力シンクロは息いっぱい吹き鳴らした。 準備準備会は地内の隅々からあを隔てた宿場にまで流れていった木年と元康四十はそのまま立っていた夕焼け雲の黒ずんでゆくのを見ながら時を計っているのだったやがて利番街が鳴ると湿度底はかとなく 夕闇に揺るぎ出した。あらゆる準備も心自宅もすでにできているので、本人五百余の兵馬が三門を出て行くにも、伊藤を静かに、そしてわずかな間に過ぎなかった。元康は身近の十機ばかりと駒を宿場の街道まで進めた。黒い人列は街道を埋めていた。兵員よりも、 二打馬の数の方が多いぐらいに見えた。三番街はもう千気を含んで、かつかつ、千与党の馬と二千の兵の足並みの流れる間になりながら行った。今村、半田、今岡、横根の宿場宿場を宵の闇から真夜中に見つつ前進して行った。大高城は、 もう、ほど近い山地にあった。大高までの距離は、わずか三十丁ほどしかない。ここまで、一息に押してきた以上は、目指す城はあれぞ。脇見すな。いかなる邪魔も踏み越えよ。と、軍馬の前進へ拍車をかけて、号令するのが、標法の上道であった。どう考えたのか、それを、 元康は反対に、大高近し、と思われると、止めよと、駒を抑え、前後の旗本たちを帰り見て、一汗、脱ごうぞ、と言った。伝えますか石川和正が元康の意を疑って念を押すと、伝えよ、全軍へ。元康は、ためらいなく言う。 止まれ止まれ長蛇の列へ、合図は次々に伝令されていった。大高の城が近づくと同時に、敵の丸根、鷲津の砦も間近なので、二千の兵と千余の二だは、火記を戒め、声も潜め、極力、密かに進んできたのであった。だが、ここまで気を抜いてきた将兵たちは、 とまでの命令に、かえって気をくじかれたように。いや、どうしたのか、と、がっかりした。将兵たちの頭にすぐ思い出されたのは、元康の初陣ぶりを見て以来、定評に考えられている、ご主君の石橋を叩いて渡る剣術主義が、またここでも大事をとって踏みとどまったものだろうということだった。 慎重主義。現実戦法も良いが、およそ兵を動かすには戦いの機微というものがある。木は寸間に過ぎるものだし、木を一したらすでに戦の勝ち目は全くつかみ難いと言ってもいい。なぜここでと、それを考える将兵は、動かぬ前方の本部を眺めてもどかしく思った。 このまま、遮る敵やぶつかっていき、大高へ胃腰隊を押し通してしまえばよいに。時移している間に、わし丸根の敵方は、いよいよ備え立てして、必死に食い止めるに違いないが。誰の憂いもそこにあった。兵力から見ても、地形から見ても、いずれは無謀な結露を通って、しかも迅速の気をつかまない以上。 到て、千余田に積んだ足の重い小里田軍を大高の城門へ無事に入れることは知れすぎているほどな難な技であった。出るのか引くのかこのまま世を明かすのか司令部の意思がはっきりわからないうちは、とどまっていても将兵たちの心は少しも休んではいなかった。 むしろいたずらな武者震いに、チェーと、自断打を踏む兵もあり、星にいななく看板もある。が、その焦燥は、そう長い時間ではなかった。前方の伝令は、ひそやかにまた、伝春の速さで、合図を伝えてきた。進め、毎一文字に、という例である。舞台舞台で、 サイを振る風が鳴った。真っ黒な長い陣馬が本流のように動き出した。しかし、目指す地点は大高の城ではなかった。ここよりは二里も奥の国境の先の敵地、寺辺の城へ奇襲せよ。という意外な命令なのであった。寺辺、寺辺。ぐちぐちに言って励まし合ったが、大将、 元康のいる部隊の他は誰にもなんでそんな敵の奥地へ深く寄せていくのか。全くその夜の闇のように元康の意中がわからなかった。夕立ちのように馬も人も足並みが早くなった。二千の将兵の愚束が足音とともにザザザッとなった。 千余田の馬の口輪や金具が、馬の稲垣と一緒に、早々と響いた。それが、ぐるぐると渋滞になって、街道を押していくのである。行くほどに間もなく、ゆんでの山に、味方の古城、大高の白壁が見え、作文が望まれた。おお、火を振っている。狭間から、松明を振っている。味方だ。 ガシに品している、白のものだ。駆けつけつつ、それを山に認めた松平勢は、誰も彼も、目頭が熱くなるのを覚えた。ここに味方の、千与党の、懲りだを積んだ兵糧は来たのだ。そして、二千の兵も火星に。もう、半年以上も、あの子類によって、 紙面を敵の取りに包まれて、木の皮を食っている白方の人々は、この夕べ援軍地下し、と知って、どんなに歓喜したことか。くるる空も待ち遠く、白のはざまから首を伸ばしていたことか。誰にもわかる。お互いは侍だ。しかもその古類のうちには、友もいる、骨肉もいる。 おいと、呼べば、答えもしそうな距離なのであった。だが、援軍、松平勢の渋滞は、少しも足並みを緩めなかった。いや、武将も、大将元康も、急げと、この首を借り立て、旗差し者も馬印も、低く伏せて、脇見すな、まっすぐに。 遮る敵はなぎ捨てに、突き伏せたら、踏み越えて通れ。ここは西へまっすぐに、もうし絞りとはない、厚田街道だ。道は知れているが、進めば進むほど、なんで救援に来た目的の故城大高を、横に見捨てて駆けついてしまうのか。生命は、 馬前に捨てるものとしてきた兵たちも、大将元康の本意を知るに苦しむのだった。だ、だった、と、前列が不意に割れた。さあ、と、槍の手は槍よ、鉄砲組は鉄砲。を、また、綱を、太ちの使を、石と握りしめたが。脇見すな、つけ、ついて通れ。号令は、土豪となった。 真っ黒な人影が万字になった。タイの後方の者は通ろうとしたが通れないのである。もう合戦は始まっていたのだ。西側の雑木林から秩序のない弾音がパチパチと聞こえる。赤い蛍のように見えるのは敵の三兵が日縄を持って駆け回る火であろう。撃て組頭の声に松平型の鉄砲。 皆、折りしいた。撃ってくる。打ち返す。玉子玉に、一時、耳がガーンとすると、もう兵の短気は座っていた。しかし、気がついてみると、その体だけ、本体から置き捨てられていた。連絡に、戻ってきた一機が。なぜ撃つ脇見すなという例が聞こえなかったか。早うこい。進むのだ。 どなられて、まだ済むのか。と、大悟を乱したまま追って、辛くも本体に合することができた。敵は、わしず、丸根の取りを出て、絶えず突風のように奇襲を引っ掛けてくる。それと戦い戦い、駆け通るのだった。そしてすでに、大高の城は、一里余りも後ろに見られ、兵は国境深く、 敵地を踏んでいた。それとともに気づいてみると、千余の孤立と元康の旗本対約五百が、いつの間にか落語していた。どうしたのか全軍の四分の一にあたる人数を出し、大将のいる主体を見失ったので、松平勢はやや動揺を仕掛けたが、そのうちに、寺辺を取れという号令であった。 卒は元より、正体の組頭ぐらいなところでは、いつも戦は行き当たりばったりだった。対局のことは何もわからないのである。ただ才の動くまま、号令によって血をかぶり、号令によって突き進む。もしくはし族、く。それだけの身体しかなかった。敵の寺部城は目の前にある。けれど、 こんな敵地の深くへ入って、しかも、目的の大高の救援をよそに、何のために無謀な攻撃にかかるのか。惑いはするが、惑っているまなどはない。味方の戦方は、もう木戸へかかり、燃え草を積み、火を放ち、諸々の民家をも焼き立てているのだ。河口の中に、決戦は始まった。 てらべの兵が城内から切って出てきたのである。これは織田のうちでも精鋭な佐久間大学の機械のものだ。ここらの取り出にいる織田軍の兵は日頃の退屈を憎んで闘志に満ち満ちていたところでもある。松平勢はかなりの客足で町頭殺到したばかりなので、ござんなれ、と。 ばかり出てきた上兵の戦闘力には、ひとたまりもなく押し返された。三河武士の治れぞ。と、乱軍の中で人間の声とも思えない声がわめく。三河武士の治れぞ。これは三河武士の口癖だった。いや、戦国武士の等しく言った口癖でもある。戦に敗れるということ以上、 敵に笑われることはもっと辛い恥だった。無に無残な苦戦だった。わずかに処方へ放った火によって、猛烈な上兵の突撃を幾分か食い止めてはいたが、そのうちに、わしの兵が背後から来るバルでの敵もと嫌が上にも、松平勢は獣医の中に乱れたった。当然だ 誰も思った。大高城のおさえとして、大高と対峙している敵のいくつかの砦りを、まるで無視して、奥地へ進んできたのである。その上に、寺部へ火をかけたので、わしず丸根の敵は、さては、少人数の寺部をめがけて、松平勢は、奇襲仕掛けると見えた。と思い、あえてやり過ごしておいて、 戦い、竹縄と見るや、退路を立って、方位を縮めてきたものに違いない。来たかわしず、まるでの鳥での兵が、確かにそれか石川数正、酒井義郎、松平様之助などの武将たちが、口々に辺りの兵に尋ねた。かけ違い、かけ違いながら、物見や足軽頭などが、声を枯らして告げた。 かなりの大軍です。わしず、丸根の兵のみか、前将寺、中島などの取りの兵も、あげてこちらへ寄せてきたようでござる。聞くと、石川、堺などの武将たちは、初めて合戦の目的を達したように。しめた全軍、急速に引けと、槍を高く振って、延々と焼けている部落の真ん中を駆け通って、敵の玉をとも、 また笑う声も背にして潮のように引いていった大高城から20丁ほど隔たった街道の横に密聖した松山がいくつかあるそこの松山の頂に物見していた武将が子玉のような声を出して山陰の闇を見下ろしながらいちいち報告していた寺辺の付近で 火の手が上がりましたぞ。火炎は七箇所ほどに。ややしばらく間を置いてから。足図の敵が寺辺の方へと駆けつけていきまする。二百、三百余り。総勢で四五百の兵と見えます。山陰の闇からは何の答えもない。墨壺のような暗さである。 物見の声がまた響いた。おう、丸根取りの人数も、足ず丸根の二鳥で、今は兵を挙げて、寺辺の大事と駆けゆきました。その言葉が終わると同時に、山間に点々と燃えゆぶり出した松明が、二十、三十、五十と増して、そこらの山肌を赤く染め出した。それ 兵器を掴んだ一軍団が真っ黒にそこから駆け出した。それは、寺辺へと真っ白に前進するうちに、味方さえ知れぬほど迅速に、松田街道から横道へ逸れて、そこに潜んでいた松平元康の帰下約四百の兵と、千与党の姓、両老を積んでいる懲り出隊の馬の列であった。 元康の測った兵器は、思うつぼに大高城への道を開いたのである。たとえ中劣な二千の三河武士を千草の中に捨てる気でも、敵の鷲津とまるでの要塞が大高への道を抑えている以上、足の重い市長馬を千余だも引いて通ることは、絶対にできない技であった。その、 できえない難役へ、今川義元は知死を向けたが、元康はその難命を喜んで受けて、しかも、見事に死果たした。無数の松明が照らす道を、千田の市長馬は、勇に勇んで、大高城へと通った。餓死に迫っていた城門の中へ、その列々たる火の明かりと、 千田の馬のひづめの音が流れ込んだ時城内の諸兵は思わずかんこをあげたそして自分らのあげる声限りのかんこに涙を流していないものは一平もなかった天気と人この冬中 国境の小競り合いは、やや証拠を得たかに見えたが、それはかえって、大きな動きを取る時の、力の準備期であった。翌。永禄の三年。記憶な街道の麦は、青々と伸びてきた。花が散って、真珠の若葉の匂いが群れ立ってきた初夏である。吉本は、 上落軍の出動を府中から発令した。大国、今川の大規模な軍備とその盛んな行走は、う大の目を見張らせた。また、その宣言は弱小国の肝をすくませるものだった。我が軍の行くを遮る者は撃たん。我が軍の行くを迎えて礼する者は、 企画に加えて偶然。と、いうのである。簡単で、明確な宣言だ。しかし、一面から見れば、いかに吉本以下の今川家の相続たちが、天下を一も投げに見ているかがわかる。人日誌によれば、出兵の礼は、5月1日に走られ、今川与党の各領内の書上へも、 各部門の少子へも、同時に、出陣令が下がった。単語を済まして、五月の十二日に、吉本の本人は、着子の内真を流水として府中に残し、沿道の領民が、看護して見送る中を、ほぶ、堂々。天日の光を奪うばかりな、華麗豪壮な武者。馬印、大敗、旗差し者。 武器、バグなど、懸乱な絵巻を繰り広げて、上落の都に登った。兵員の実数は約、約二万五六千人と見られたが、少して四万の大軍と、わざと触れていった。それより二日前、前衛軍の先方は、十五日に、地竜の宿に入り、 17日には、鳴海方面に近づいて、小田漁の諸村へ放火していた。天候は、毎日、暑いくらいな晴天続きで、麦畑の畝も、豆の花の咲いている土も、白っぽく乾いていた。その青空へ、あちこちの部落の焼ける黒煙が昇っていた。けれど、小田漁の方からは、 鉄砲の音一つしてこなかった。百姓たちは、あらかじめ、織田家の方から、避難を命じられていたと見えて、どの家にも、家財一つなかった。このんでは、清代も、秋城となっておろう。今川家の少子らは、むしろ、淡々とした道の無料に、武装の気だるさを思うくらいだった。 大将吉本は16日、岡崎に入ったので、刈谷地方その他には、守備隊と監視兵の配備を厳しくした。岡崎の城には、松平元康をはじめ、元康の手飼いの三河武士たちは、ほとんどいなかった。吉本の本陣が通過するにあたって、必ず盲襲してくるであろうと見られている敵の、 丸根の取りを打つべしと、特前方へ出陣していたからである。去年、元康が大高への兵糧入れに働いた折、吉本はその門出に、守備を支配したら、この度こそは、三河への帰国の宿望、叶えて餌えすであろう。と、 彼へ役したが、その後、吉本は、そのことを忘れてもしたような顔して、今日に至るまで、何の沙汰もなかったのである。腹に据えかねた三河武士の甲骨な一部には、この機会に。と、吉本の上落をしように、格索する動きもないではなかったが、元康は許さなかった。 そして、いいとして、命を奉じ、再び前線へ出て、丸寝取りでの手強い敵を攻撃していた。静かであった。清須の城は、今夜も潜まり返った天地の中に、いつもの通り、無事な明かりが灯っていた。 城下の領民は、ああ、明かりが灯っている。と、特にそれを見守るのだった。けれどそれは、今にも襲わんとする嵐の前の灯火に見えた。そよとも動かないお城の木々は、むしろ不気味な台風の中心にかかった時の、死に風の縮まを思わせた。城内からはまだ、 何の触れも、領民には出ていない。避難せよとも、交戦の準備をせよ、とも言われてない代わりに、安堵せよ、という不告もなかった。昇華はいつも通り、店を開いていた。職人は常のごとく仕事していた。百姓も工作していた。けれど、街道の旅人の王冠は、 数日前からピタと止まってしまった。それだけに街は寂しい。なんとなく落ち着かないものが漂っていた。採上してくる今川の大軍は四万という大軍じゃそうな。どう防ぐおつもりやら、織田様では。どうにもこうにも。 防ぎようはあるまい。なんというても、今川勢に比べたら、十分の一ほどな五人数にも足らぬからのう。ちでは、不安な顔と顔とが、顔を合わせれば噂であった。その中を、今日はさっさくらのすけなりまさが、かすがい氷の居城から、少人数で清洲の本城へ駆けつけて行き、昨日は、 アイチゴー神谷城の柴田ゴ六が登場し、一昨と,といは西カスガの下方左近の証言、岩ゴーの小田与一、海東軍辻島の服部小平太、羽栗軍栗田の久保彦兵衛、熱田神宮の千秋加鏡神と、次々に呼びたらしい小田方の小生が通るのを見た。退場して、領地の軍へ、 引っ返してゆく章もあるが、少なくも何分の一かは、先頃から本上に踏み止まっている様子であった。今が境目、と、漠然とではあるが、漁師の不人を案じている領民は、そうした章星の頻繁な往来を克明に記憶していて。今川家へ降伏なさるか、お家を落として戦うか。 ご評議が長引いているのであろう。と察していた。民衆のそういう感覚は、目に見ない性病のことではあるが、大概当たらずといえども遠くないところを悟っていた。事実、その奮起は、幾日も場内で繰り返されていた。いつの場合でも、 高南二つの意見は対立するもので、万全とお家大事を口にする者は、この際一応でも今川家の軍門に下ることを上策として主張していた。けれどそれは長い奮起にはならなかった。信長の腹が先に決まっていたからである。老身や一族を集めて、 表議を開いたのは、その腹構えを知らすためであって、恩恵なる保身の方法や、旧体以下の領土の保持策を聞くためではなかった。信長の腹を知ると、心得て揃ろうと、ばかり有約して、持ち場持ち場へ帰った書生も多かった。信長もまた、ここに用はない。 勤めて彼らを即刻陣地へ追い返した。したがって、清須は平常と変わらないほど静かでもあったし、特に人数も増えていなかった。しかし、さすがに信長は、夕べも夜半に何度となく起きて、戦美客のもたらしてきた報告を開いたし、今夜も極めて粗略な夕食を済ますとすぐ、 大広間の神武の席へ着いていた。そこには、数日来、彼の前を去らずに詰め切っている所長が、さすがに沈痛な眉を並べ、小田家起こって以来の国難を、おのおが、その面上にも叩たいたていた。寝不足でありながら皆、青白く冴え切った表をしていた。 森吉成、柴田権六、加藤図書、池田昌三郎のぶてる、その他の威幕。席を少し下がって、服部とり玄馬、渡辺大蔵、大田左近、早川大善などの諸子、物頭格の人々。次の間、その次の間にも、もちろん、家中の主なる者が集め合っていた。 トー郎のごときは、ここからはるか、幾く部屋の端にいるのか知れなかった。なべて行き詰まるような沈黙が、おとといも、ゆうべも、今夜も閉めていた。不吉なので、この場合、お首にも、口になど出せないことだが、心ひそかに、すやのような、 その夜の白い食と波いる人々とを今したものもあったろその中で時折、はっはっ、はっは、と聞こえるのは、一人信長の笑う声であった。どういうことについて語っていいのか、末の者にはよくわからないのであるが、しきりと信長の交渉するのが二の間、にのま。 三のままでも、時々聞こえてきた。かと思うと、バタバタバタと、表から、取り次ぎ役の者が、いつにない早足で、朗廊下をかけてくる。それ、と、待ち構えていた信長の時速が、戦況の報告を聞き、あるいは、前線から来た軍場を取り次ぎ、信長の前に披露する。おっ これは代読して、信長へ言う前に、柴田権六すらも顔の色を変えていた。との、何かただいま、バルネの佐久間森重の取り出から、金行より四度目の早口が到着いたしました。おうん、さようか。信長は、左の教則を、 膝の前へ置き直して。して駿河の大君は、青み氷の小頭、今村を経て、夕刻早くも、くつかけに押し迫ってくる様子とござりますが。そうか。信長は、言ったきりであった。目は広間のオーラン場へ行っている。それは、うつろとも言える目だった。 さすがに、当惑しておいでと見える。人々は、いかに日頃の彼の幸福に信頼してみても、そう思わずにはいられなかった。くつかけ、マルネといえば、もう、小田家の領土だった。その一戦に散在している数カ所の要塞が突破されたら、微衆平野は、一社千里に清須の城下まで、ほとんど、 何の支えもないと言っていい。いかがなされますか止まり兼ねたように、柴田朱里梵六は言った。今川勢は、四万の大軍と聞こえまする。お味方は、四千に足らぬ小勢。分けて、丸根の取り出には、佐久間重盛の手がいが、高々七百ともおりません。今川の先方、 松平元康の一手のみでも、二千五百とあれば、土頭の前の一船。ご六、の六、夜明けまで、丸寝鷲塚、防ぎ得ましょうやい否やも。ご六、聞こえぬかお、何を言うぞ、一人ごと。知れたこと、繰り返しても益はない。でも、 言いかけるところへまた、廊下走り忙しい取り次ぎの足音だった。脇部屋の口元で、すぐその取り次ぎが、中島取りでの、梶川和わかの並びに、前正寺取りでの、佐久間信時殿らも、ただいま、愛前後して、伝令のおっしゃ、早生まれをつき、ご報告の窮状に通、お手元まで、 ご疲労を仰ぎまする。と、声も物々しい。玉砕を覚悟している前線からの報告は、皆悲壮を極めたものだったが、今届いた中島、前正寺の二陣地から来た非常にも、おそらくこれが、ご本城への最後の通帳と愛なるでしょう。としてあった。防御船の味方から、本庄への 遺書にもとししいそのう一度、敵の配置のところだけを読み上げてみ。信長は、教則を抱いたまま、大読の柴田権六へ行った。 群録は諸状のうちの過剰書きになっている部分だけを、信長に限らず、居並ぶ一等の者へも聞かせるように再読した。一、丸根取りへの寄せて、約2500余り、主隊長松平元康。二、和室取りへの寄せて、約2 0 0主隊長朝日奈和枝。三 側面延体三千。主隊長、三浦貧の神。四。清須方面、全身主力。体力、六千余人。九山信貞、その他各隊。五。駿河勢本軍。兵数、約、五千余。柴田権六は、それにいたして、注釈を加えた。以上の数字に見えるほかに、 敵の先行的な小部隊が何ほどあるか、その点は不明である。また、千年来、眼鏡に持ちこたえてきた今川方の大高城が、この際、俄然、重要な存在となってきた。何しろ大高は、五領土内へ参色してきた飛び地にあるので、その血のりが物言うとなると、味方の防御船は、 絶えず背後や側面を脅かされないわけにはゆかない。信長をはじめすべての者のは、ゴン勝家の言葉が聞こえている間も、彼が黙って書状を巻いて、信長の前へ収めて後も、新陳とただ白い職を見守っていた。あくまで戦う。という方針は決していいのだ。 もう、表儀の余地はないのである。だが、こう手をつかねて、なすこともなくいることが、一度は苦痛だった。和室、丸根、前正寺などと言っても、それは遠い国境ではない。馬らへ一便すれば、すぐ届くところなのだ。四万と聞こえる今川勢の潮のような大軍が、 もう目に見える心地がする。耳に聞こえる心地がする。おーしご決心もさることながら、玉砕を取るのみが、部門とも思われませぬ。もう一応、五分別あってはいかがにござりましょうや。たとえこの佐渡が、身に卑怯者のそし尻を受けましょうとも、 お家維持のためには、なお、五十校の余地があるものと。そして、申し上げる次第にござりますが。沈み切った座の一方から、憂いにあふれた老人の声がした。この中では、最古んの林佐渡であった。先に信長をいさめて自陣した平手中塚さともに、 先代、信秀から信長を頼むと遺言,言された三老親のうちで、今生き残っているものは、もはや佐渡一人であった。佐渡の言葉は、居並ぶ人々の同願と同情を集めた。人々は密かに、信長が、この古老の最後の中間を受け入れてくれるようにと祈った。ほよ。 何時じゃ。信長は、まるで別なことを呟いて、それにうろたえている人々の瞳を見回した。ねえの下国にござります。誰か答えた。次の間の方の声であった。それでまた、言葉は途切れ、夜も吹けたという気持ちとともに、一同の姿も沈みかけたが。はいや、やったの。 殿、もう一応のご評あ遊ばしますよ。とって、佐渡より、お願い申し上げまする。彼はついに、自分の席を少し動いて、白髪頭を信長の方へすりつけていった。夜も明けなば早。今川勢の前に、一玉にもなくついえて、取り返しのつかぬ大敗となりましょう。 そうなっての上の和議と、一瞬前に、結ぶ和議とでは。信長は、ちらと見て。佐渡か、は、老年の身で、長座は大器であろう。もはやここには、断儀することは何もない。夜も老けた。下がって休め。はまりなお言葉。佐渡は、 ボロボロと落いした。お家も末と思われたからである。と同時に、役にも立たぬ老人とされたことも口惜しかった。それまでのご決心とあれば、佐渡ももはやご仙人に対し、とや子を申しあぐることはいたしませぬ。するな。はい。しかし、ご軍議はなされません。 一昨夜も、昨夜、また今日も良いから。ただ、こう勢が、手をつかねて、刻々迫る敵の大軍の報告ばかり聞いていて、なんといたしましょう。いれて戦うならば戦うように。また、牢場を遊ばして、敵を城下に引き寄せて、悩ましてくれんとなさるなればそのように。そうだ。 それには、加藤殿や柴田殿が最前悲力されたご意見に、この老人も同意にござりまする。殿には、城を出て決戦すると、動かぬ魚のように存じますが。さよ。四万の敵の大軍に対し、お味方には、その十分の一にも当たらぬ小生。 平野に出て戦うことは、千に一つの利もござりません。道場に利があるか。まだまだ、城壁に立てこもってのことならば、そこに何らかの策も講じられましょう。策とは、たとえ、半月一月の間でも、今川勢を支え止めて、その間に見の、美濃えあるいは甲府へ、 密誌を使わして、工場券のもとに、援軍を頼むなり、また先方としても、寄せてを悩ます工夫となれば、お座変にも、地望の土は、少なしとしません。信長は、天井へ響くような交渉して。はっはは。それは佐藤、常時の先方というものじゃ。 おだけにとって、今は常時か非常な場合か。お答えまでもございません。10日20日。わずかな命数を伸ばしたところで、持てぬ城は持てぬ。だが、誰が言うた運命の方向は、人間の目に、もう最後と見える究極から転機するものだと。 暗示るに信長には、今が逆境の足り底と見えた。面白や逆境。しかも相手は大きい。この大波こそ、命運が信長に与えてくれた、生涯の天気やもしれぬ。などをいたずらに、症状の殻に立てこもって、汚き流れを祈ろうや。人間、死のうは一情じゃ。 そちたちの生命も、この度は、信長に捧げよと共に、蒼天のもとに出て、広々と、振る舞って死のうぞ。生きて、信長は、すぐその動きから一転して。ちと、誰もかも、寝不足の面持ちよの、ビクショうを漏らし、 佐渡も休め。その他の者も、はや、眠りについたがよい。まさか、眠れもせぬほどな、昇進者は、この中にはおるまい。と、言った。そう言われては、寝ないわけにゆかなかった。実際、一佐具から十分に寝ていた者は、この中では誰もなかった。ラがだけは、例外に夜も寝、昼寝もとっていたが、それも、真女に入らず。 カリネの手だった。では、明日は明日。佐藤は諦めをつぶやくように主君へも一同へも会釈し,して先に下がった。ごめんを顔に混ぜる。次に。また次に。歯の抜けるように席にいた者は順々に退座した。やがて信長はその広い席に、 ただ一人になった。やっと気が軽々となったような面持ちでもある。振り向くと彼の後ろには二人の幼い少年がもたれ合って居眠りしていた。故障のものである。その一人は沢木東八郎といい、今年獣子の少年で信長の歓喜に触れて千年放築された前田犬千代の実弟だった。 音。これ。音呼び覚ますと。はい。東八郎はまっすぐになって、口の旗を手の甲で吹いた。よう寝るやつ、ご勘弁ださいまし。いやいや、叱るのではない。むしろ褒めて使わしたいほどじゃ。ははは。どぶらがもちっと眠る。なんぞ枕になるものをかせ。 このままそうだ。夜も明けやすくなったし、うたた寝には良い季節よ。おう。あちらの千鳥棚にある手箱を貸せ、枕に。言いながら、信長は身を曲げて、おとうがそれを持ってくるまで、肘で頭を支えながら、浮き舟のように体を浮かしていた。ふばこの蓋には、 室町薪絵の小畜梅の図が持ってあった。信長は頭をあてがいながら、よい夢枕。一人で二個と笑いながら目を塞いだが、やがて故障の音が、数多くの食を一つずつ端から消してゆくうちに、信長の微笑も雪の溶けるように薄らいで、いつの間にやら深々と息吹の中の、 願うとなっていた。殿様には、漁師になされました。お静かに。おとうは、侍たちのめ部屋へ、そっと告げに行った。そうか。と、そこにいる人々も、重苦しい。しかし、悲壮な迷路を持ってうなずいた。もう絶対なものが、誰の胸にも、 覚悟されていた。絶対とは、もちろん、死以外の何者でもない。城内は、その夜、死を直前に見つめながら、刻々、夜半を過ごしていた。死ぬはいいが、一体、どう死んのだ不安といえば、それだけだが、まだ誰の群れにも決まっていなかった。 したがって腹の座りきっていないものもあった。お風呂召しますな。誰かそっと来て、信長の上へ、古海巻きをかけていった。祭と呼ぶ腰元であった。それから、およそ一時ほども眠ったろうか。残食の日皿に油もつきて、じじじ。 泣くような音を立てた。信長は、むくと頭をもたげ、突然呼ばわった。歳よ、歳よ。誰ぞおらぬか。出陣。音もなく、杉戸は開いた。次女の際は、 そこから手を使えて、信長の方を見、静かに後ろを締めてまた、間近まで来て、両手を使えた。お目覚めにござりまするかうん、さいか。国言は今、何時頃牛の国を少し下がった頃かと覚えまする。用意しよう。なんと、用意なされましたかいや、 身の物の,の具をすぐこれへ。およろいよ。誰ぞに申しつけ、馬にも蔵の用意させよ。そなたはその間、湯漬けを整えて、これへ持て。かしこまりました。サイは心の利く女であったので、信長の身近な用事はいつもサイが心を配っていた。サイは信長の心をよく知っていた。 さてはと思ったのみで、ぎょょうしく立ち騒ぎもしなかった。脇部屋に、手枕のまま寝ていたょうのうはち八郎をいり起こして、との者のへ馬の用意を伝え、自分はその間に早くも、湯漬けの全部を、信長の前へ運んでくる。信長は、箸を取って。あければ、今月は、が月のくに日であったな。 さようでござりまする。十九日の朝飯は、信長は、天下第一に、早く食べたであろうな。うまい。もう一晩。たくさんに、おかえ遊ばしませ。禅に添えた三方の上にあるは何じゃ昆布、かちぐり。ほんの形ばかりに。おお、よう気がついた。信長は、 心よく湯漬けを食べ終わってから、その勝ちぐりを二つ三つ手に移して、ボリボリ食べ。地うであった。サイ、あの小みをこれへよこせ。ナルミ型と呼ぶ信長が秘蔵の小みであった。サイの手からそれを取ると、信長はそれを肩に当てて、二つ三つ手ならしに打ってみて。なるわ。 思考のせいか、常よりも、一段とさえてなる。サイ、身が人差し、魔王ほどに。そなた、熱盛の一節を、それにて調べよう。はい。素直にサイは、小鼓を、信長の手から押しいただいて、調べ始めた。しなやかな白い手から、鼓の音は、 清城の広いととへ、サメよサメよとばかり高鳴ったっ人間五十年、下天の内を比らぶれば、ど野ながばったった。立って、水のごとく、静かな方を運びながら、自震、小筒の調べに合わせてロギンした。下天の内を比らぶれば、余幻のごとくなり。 ひとたび、賞を受けて、滅せぬもののあるべきか。いつになく、彼の声は、朗々と高かった。今をこの世の声の限り、と、歌うように。滅せぬもののあるべきか。これを母代の種と思い定めざらんは、口を叱りきしだいぞと、急ぎ都に上りつつ、 厚森卿の見印ししを見れ。誰かバタバタと廊下を走ってきたものがある。隣のうちにあった侍であろう。具足の音をさせて、いたじきへひざまずき。ご情報の用意整いました。いすなと、お召しを。と、言った。前の手と足と、とんと、同時に止めながら。 信長は声の方へ振り向いた。岩村長とではないか。は、長とでございます。物頭のやむ室長とは、すでに五足を置き、立ちを吐き、すぐにも信長の馬前に立って、靴を持つよう、身支度をしてきた。が、見れば、信長自身はまだ鎧もつけず、自助の際に鼓を持たせて、 待っている様子におや<よ>と、言いたげな、不審の目を、そこへ見張った。たった今、大表の方へ、ご出馬のようよ、と、伝えてきたのは、取り次が、故障の沢木藤八郎だったし、皆寝不足で疲れているし、神経ばかり尖っている際なので、何かの間違いではなかったのか、と、とっさに長とは、 自分の早自宅と、信長の悠長な姿とに、友だいを覚えたほどだった。いつもは、馬と、信長が言ったら、もう近銃の支度が間に合わない間に、問い出している信長なので、長とはなおさら、意外に思ったのであった。はいれ。信長は、舞の手を休めはしたが、 舞の姿は崩さずに言った。長藤、そちは過剰者じゃ。信長がこの世の名残と舞う舞いを、そちのみが見えるぞ。それにて、見物総ろへ。さてはやはり。長藤、主君の心を悟ると、自分の抱いた疑いを恥じながら、広間の端へいじり入って。ご不代。 家の子も数ある中に、長と一名のみが、殿のご一世の舞を拝見いたすなどは、ご家臣の端と生まれて、身に余るかほ。願わくば、長とにも、この世の名残に、歌わせていただきと存じます。んそっちが歌うか、よがろう。歳、はじめから。いは黙って。 鈴見と一緒に少し頭を下げた。長とは、信長が舞うといえば、いつもの熱盛と心得ているので、人間五十年、下天の内を比べれば、夢幻のごとくなり、ひとたび賞を受けて、滅せぬもののあるべきか。歌っている間に、長とは、 野村がの幼少の時のお姿から自分がそば近く仕えてきた少年のことなどが胸の内に長い絵巻をくるように思い出されてきた舞う人歌う人の心と一つになって鼓を打っていた妻女の白い表にも涙の筋が色に光って見えたしかし 最女の鼓の音は、常よりも冴えて、何か激しくさえあった。花のたもとは染めの、土一の里は隅頃も、今来てみるぞ、吉もなき。信長は、扇を投げて、死のうは一条。言いながら、手早く鎧をつけ、具足をまとい。さ最、信長が、 うちじにと聞こえたなれば、すぐこの城に火をかけよう。右太郎、焼け残すなよ。かしこまりました。西女は、鼓を置いて、両手をついたまま、表を上げなかった。長刀<人>、甲<解>は。長刀、先へ欧朗下を駆け出していった。信長は、いじらしい目めわらべともの住む奥へ向かい、また、 この城にある祖先の霊へ向かい、心の底から、さらば、と言ってすぐ、兜の尾を締めながら表方へ走った。と、と、まだ暗い行天に、出陣の会はなり出していた。暁の闇は濃い。雲の切れ間に、小ぬか節の光が、まだ鮮やかであった。 ご出陣じゃそう。え殿のご出陣とある。誠か触れもある表形の小物。驚いて掛け合う侍たち。それも多くは、台所型のものとか、何度の役人とか、戦場の役には立たぬ流水の老武士が多かった。こぞって、大手の戸口まで見送りに。 駆け出してきたのである。それは清須城内の男の全部と言ってよい頭数であったがわずか四五十人足らずであったいかに城内も信長の身辺もこの際は手薄だったかが知れよう信長がこの日の馬は月の輪と呼ぶ南部巻の春芽だった若葉の風暗く 手職の明かりが明滅する大玄関の前から、信長はラデングラを置いた駒の背に飛び乗り、八文字に開かれている注文から大手の戸場口へ、早そ々うそうと鎧の草刷りやたちの響きをさせて駆け出してきた。おお殿様夕暮れに固まっていた流水の老若は、我を忘れて土下座から声を上げた。 信長も、さらばぞと、右へい、また、さらばと、左へいって、暗に、根性の別れを、多年召し使ってきた老人どもへ行った。城を失い、主を失った老人や、目あらべたちの身の末が、いかに、惨めなものであるかを、信長は知っていた。思わず、目が、 うるんでくるのであった。熱い目頭をじっと塞いだ一瞬に、春梅月の輪はもう場外へかけていた。湿風のように行案をかけていた。殿殿しばらく遅れ時と彼の後から駆けついてくる人々といえば、物頭の岩村長とをはじめ、出口膝の神、長谷川京介。 それに、故障の加藤やさぶろ。最年少者の沢木東八郎。合わせて、手重わずか六機。ともすれば、信長の小回しに捨てられもせんと、近重の面々は、のめり、よろめくばかりかけた。信長は、後ろも見ない。 敵は東に、味方も前線にあり、すでにそこの死にどころへ行き着く頃には、日も高かろう。この国に生まれて、この国の土に来す。実に、何でもないことである。英語の時の流れから、今日という一瞬を見れば。信長は、かけつつ思う。あいや、我が君。 とつと、町の辻から叫ぶものがある。おも森の人数か。三ば郎。柴田ろ六にてあるか。よい。早かったぞ。褒めて、あむみ立ちに伸び上がりながらのぶなが。して、人数は。森吉成の手に、百二十た柴田ろ六が手に八十き、合わせて二百よ。 おともつかのつろうずと書いておりました。森義成のて、ゆ弓のうの中に、のまたえもんの顔が見え、また、じゅ三十人の頭として、木下ち吉郎の顔も、まごまごして混じっていた。雑うに、少し毛の生えたぐらいなち吉郎の存在ではあったが、いるな、猿も。 知らと、信長の目に入った。彼のその目は、行案の中に清い立つ二百余の兵を馬上から一目に見、我に、この部下わり、と、輝きを加えていた。敵四万の土頭へ当たるに、数としては、元より一辺の小舟。一握りの砂にも足らない兵ではあるが、吉本に、 この部下アリア、彼は、あえて問いたい。章として、人として、密かな誇りすら覚えるのだ。破るるも、自分の兵は、あだには負けない。何者かを、苦音の地上に描き残して、最後の枕を、並べるであろうと思う。夜明けは遅下を覚えるぞ。さらば、行け 続け信長は指さした。そして真っ先に彼の駒が厚田街道を東へ駆け出すと、両側の民家の軒場まで低く立ち込めている朝霧を動かして、二百余の兵は雲のごとく、わあと声を上げて続いた。大悟も陣列もない。ほとんど割れがちなのだ。 およそ一国一城の大将の出陣とあれば、民家は一斉に成りわいをやめて、軒場を清め、仮そめの意味ごとにも気を使って、その門出を見送り、兵は騎士、馬印を守って陣列を作り、将はイブを飾って、一個六足、国力のある限りな豪装の美を押して、国境へ出て行くのが常であったが、 信長は天として、そういう方式や、挙職に構っていなかった。大悟すらも、十分に整えない、早掛けなのである。しかも、死ぬ戦いと決まっている。来る者は来い。として、彼は戦闘を切ってかけていた。しかし、落語する者は一人もなかった。むしろ、 進んでいくほど人数が増えていった。召集が急なので支度に間に合わなかった者が、飛び入りに横丁から加わったり、追いついてきて参加するからである。その時の声と足音に、明け方の眠りを覚まされて。何かと、道端の百姓屋や,や、昇降の民家では、戸を開けた。そして、 寝ぼけまなこで、おう、戦だとは叫んだが、まだ暗い朝霧の中を目を遮って駆け通った先頭の人が、漁師の織田和佐之助信長であったとは、後でこそ思い当たったが、誰もその時それとは見なかった。長藤、長藤。信長は蔵から振り向いたが、 岩室長とは牙ではなかったので、ご安長も遅れている人数の中にいるらしい。馬種を揃えて続いてくるのは、柴田権六、森吉成。それに、明日の町の,町の入り口から人数へ加わった加藤図書などであった。権六、呼び直して。宮の大鳥居が早見ゆる。 アスタ神宮の大前にて兵を止めい。信長も参拝して参ろうず。言う間に、大鳥居の下へかかった。信長がひらりと飛び降りると、約二十名ほどの部下と共に、アスタの宮の士官でもあり、また、診療の代官でもある、千秋加賀神末忠が待っていて。お早いお着。 すぐ駆け寄って、信長の駒を預かった。おう、末忠か。は。迎え、大義である。綺麗な捧げもしたい。ご案内つかまつります。末忠は、信長の先に立った。杉小立の参道は、霧しずくに濡れていた。末忠は、見たらしの泉屋に立って。遅す,すぎよ。 と、促す。信長は、檜ノキ尺を取って、手を清め、口をすすいだ。そして、根根と溢れる新鮮を、もう一ひ,ひしゃくすくって、それはぐっと飲み干した。見よう、きっちゃうぞ。信長は、青いでいった。後ろに続く旗本や、大勢の兵へも、聞こえるように言って、 空を指さした。夜は、ようやく明けていた。銅山の小嶺は、赤ね色の朝日に染められ、明けガラスの群れが高く鳴いている。深夜だ、深夜だ。信長にわして、周りの侍たちも仰向いた。その間に、千秋き末たらば、鎧のまま拝殿に上がって、 信長に菅むしろを与え、その前、へ幹の三宝を捧げてきて、河原けを取らせた。そして、兵士をもって、信長へ幹を継ごうとすると。末だ。待て。と、遮ったものがある。見ると、柴田権六であった。権六が言うには、千秋殿には、 当厚田神宮の士官職たるお役目上、神前のお務めは当然なことながら、いかにご出陣の下級な際とはいえ、鎧具足のまま幹を取って、拝殿に勝ちづく作法やある。自身具足を脱いで、遺憾をつける糸間なくば、他に神官もおられように、なぜそれらの者のにさせないか、とが見ると、千秋末忠は、にこと笑った。 今のお言葉は、柴田殿か。ご注意は片付けない。しかし、鎧具足は、真意でござるぞ。我が神々も、東津美代には、甲冑を召されて、制御の都に立たせられたモーター。不詳末忠も、今日五合戦の恩ともに従うからには、大見親たちが具足したモーター見心をもって心を鎧。 死翼死身の巧妙のためには戦わぬ所存でござる。武人の甲冑は、ゆえに、新官の遺憾にも等しい正常と私は信じますが。権六は黙った。そして、開花をめぐって土下座する二百余期の将兵の中に彼も座った。信長は、 川原家を干す。柏手を高く打って、願文を読んだ。宿として、将兵は皆、低く頭を下げ、おのおのの心の鏡に、神を映し取って、記念の目を塞いでいた。その時、唐突に神殿の奥で、甲冑の触れ合う響きがして、二度まで、 廃殿の器りが揺れた。信長は、もののけにでも疲れたように、きっと目を吊り上げて。おう、あれ聞け。信長の祈願を読みしたて、今日の合戦に、神々は、我が軍の上に、御加勢ありと覚えるぞ。死神がよく、将校の争いなど、汚き戦すな。 方は、甘がしたのため、写真方向。まくるも、甘がした、恥なき者の負の、死に方せよや。回廊に出て、こう弱わるように演説すると、視察も大地から生え立って、わーと、どむながより先へ、賛道を争って駆け出した。 信長が厚田の宮を出た時には、諸所から派生集まった兵数が、いつの間にか千に近くなっていた。信長は、厚田神宮の春光門から南門を出て、再び馬に乗った。その日の乗馬月の輪は、栗毛の目馬であったという。後に、信長は、 アイバニズの画を描かせて屏風に作らせたが、その中にはこの一刀も描かれていた。アツタノを出ると、それまで湿風のごとくであった信長の態度は、どこかカンカンたる余裕を示し、駒のせい横乗りに身を乗せかけて、蔵の前はと後場へ両手をかけながら揺られていった。もう、 夜が明けてきたし、なだれ打って先駆けを争っていく平和の足音に、アスタの住民たちは、女子供まで、軒下や、辻いへ固まって見物していた。そして、信長の姿を、信長と知ると皆、あれが今、戦しに行くお人か、と呆れ顔した。 心もとなや。こちともことは、万に一つも、おざるまいげな。などと囁ささいた。おすからあつたまで、蔵に踏みまたがったまま、一気にかけてきたので、ながは蔵疲れを癒していいのだった。で、蔵の後はえ、ややもたれ気味に横乗りして。死のうは一う。 忍み草には何としようぞ。一条語りを越す夜の、小舞台など、口ずさんでいた。いや、いや、あの黒煙は。街外れの辻まで来ると、兵馬は急に立ち踊んだ。道を運命にとって、浅瀬を吐消し、山崎、戸辺の方面へ出て行くか、陸地を迂回して、地下の、 上の街道から井戸田。小なる見えさしていくか。行軍の疑問が起こったのと、同時に、はるか、わ津ず、丸根の方角とおぼしき彼方に、二箇所の黒煙が立ち上っているのを見いだしたからであった。信長の目も、それを見た。さすがに、超然と、悲壮な色を眉に叩たいたて。わしず、 丸目も今、落ちたと見える。体職したが、すぐ。海沿い道は渡れまいぞ。今朝は折り不満潮の時刻。千なし、線なし。山の手を駆け越えて、丹下の鳥出まで、急ごうず、と、旗本を帰り見ていった。それと共に、彼は馬から降りて、加藤図書をなざし。 あつたの町人らがおろ、これへ呼べ、と言った。辻の人混みへ向かって、怒鳴るのが聞こえた。町人らはありや、町人らいでよと、兵たちも叫んで回った。恐る恐る、二人の町人が、信長の前へ、すぐ引き出された。信長は、それに向かってい。 そちども、信長を見よるは、毎度で珍しゅうもあるまいが、今日は、駿河久保がかね染めた珍しい首を、やがてせでんずるぞ。さるほど、一代もんのこと。信長がう家に生まれたうがぞ。晴れのん、た高木へぼって、見物ないだせ。それも、ただでは面白うない。町らより、 アツタ中へ触れなまわして、さつきの勝負のぼり、七夕の角竹、その他、何にてもよい。敵の遠目に、旗差し者と見うるようにしかまえて、木々の小杖も、丘の上も、紅白、その他の布を持って、ぽんと、空を埋めよ。はい。心得たるか、ささやかなご奉公、いたしまするでござります。よし。 半里ほど、群馬を進めて振り向くと、暑田の町には、無数の旗や、のりが翻っていた。それは、清須の大群が、暑田まで出動して、平和を休めてでもいるように見えた。ひどい暑さだ。日が高くなると、ここ10日以上も、雨のなかった大地は、ぼくぼくと、 馬の蹄に掘られて、その白い誇りが皆、全軍の兵へかぶっていった。後に、古老の語り草にも言われたが、この日、十九日の厚けというものは、まだ、夏浅い、五月ではあったが、十数年来なかったほどな厚けだったという。山崎を越え、 糸田村の野道までかかると、よ、敵、物見かと、突然、人列が騒いだ。昼顔の花が白っぽく見える野矢部の影から、不意に一人のやれ不足の男が飛び出したのである。男は、包囲されるとすぐ、槍を高く直線に差し上げて、抵抗しない意思を示し、 これは、甲州の名ある侍が、慣れ果てし、老人者で揃う。小田殿に、御意へ通って、わざと、午前に参じ参った。手っ方の者と、謝り下されな。第四で言った。信長は、旗本や兵の頭越しに、誰に手あるかほうと、遠く見つけると、老人は、 槍投げ伏せて大地へひざまずいた武田殿が身内にて腹は美濃髪が三男子彩な騒て亭鳴海の東よち合いに年頃わびずまいなつかまつる桑原陣内と申すものでござるほう腹殿が子か信長は小首をかしげたしてこれへの用事はされば 父、美濃守に申し付けられ、自分四年中は、駿河の臨在寺に預けられ、活字記の修行をいたしておりましたれば、自分の太夫、吉本殿が、お顔はよう見覚えておりまする。今日のご決算伊豆れは乱軍。誘われば、それがし、ご尽狩りな申して必ず、駿河の太夫殿が岩国に迫り、おはぐろ首を打ち取って、 ご覧に入れ、建松欄の所存。願わくば、この槍一筋。哀れ、お拾い下されませるか。拾おう。信長は、野人のように、無造作な大声で言って。陣内とやら、公衆武士の見通しでは、今日の合戦、信長勝つと見るか、吉本勝れると見るか。お答えにも、お呼びもさぬこと。 ご勝利。疑いもござりません。理由は、駿河久保の年来の凶満、それだけか。四万とはこうするもの、の、敵の婦人の説。んまた、吉本殿が本人は、作将、靴掛けを出て、今朝からあつけに、陣馬の疲労はもとより、打機を生じおるべしと存ぜられます。なんとなれば、 清須の五人数はあまりにも所。彼の凶問は、すでに、戦わずして、勝ったかのごとく、思いなしておるやと思われますれば。信長は、心の内で、この男、使える、と思ったらしく、つ壺を叩いて、意味軸も申した。信長の見るところと合致する。即座に、旗本へ加わり揃え。 は、形けのを存じます。陣内は人数のうちへ飛び込んだ。道はやや低く、だんだん畑を駒の頭下がりに駆けばれた。一条の川があった。水は浅く。 海渡るのも惜しいほど住んでいた。信長は帰り見て、この川の名は、尋ねると、汗と誇りを寄せ合ってひしめき続く旗本の中から、毛利小平太が、扇顔にてそろう、と答えた。信長は知っていたが、わざと答えさせたのである。さっと軍船を開いて、後方へ振ってみせた。 末広川か。幸先よし。金目もマジかぞ。渡れ渡れ。市地へ向かって急いでいるとは知りながら、何か華々しくさえあって、後ろ髪を引かれるような暗い心地は少しもしないのである。不思議なのは、信長という大将のそうした魅力であった。彼についていく鮮魚の人間は、 一人も生きて帰ろうとはしていないのに、なぜか絶望的ではなかった。絶対の人、絶対の生徒、それは二つで一つだった。信長は誰もが最も迷いやすい、その二つの手綱を一つでにつかんで先へかけていた。兵の目から、 信長の姿を見ると、それは勇敢な死の先駆者にも見え、また、大きな生と希望の先達とも仰がれた。いずれにしても、この人の後についていくからには、どういう結果になっても、不平はないという固い者が一軍を貫いていた。死の、死の、死の、東吉郎すらも、 それしか頭の中にはなかった。かけまいとしても前も後ろも皆かけていくので怒とうに包まれたように足も地に止めている間はなかった。またかりそめにも彼は部下三十人の足軽を率いている小隊長なのでいくら苦しくなっても弱音は吹けなかった。死ろぞ、死ろぞ。平常。 ごまごまと、女房この口を乗りするに足りるほどな、小愚を受けている部下の足軽までが、皆、母とあえぐ腹の底で、無言にそう言っている血の声が、東吉郎の腹にまで響いてくる。こんなにも人間が皆、喜んで命を捨てに行こうということが、一体、人間の世にあり得ることか。 ありえないはずのことが、ここでは事実、行われているではないか。不当、東吉郎は、しまった、と思った。俺はとんでもない対象に仕えてしまった、と気がついたのである。自分の目で、この君になれば、と見込んで奉公したその目に狂いはなかったが、なんぞ計らん。それはかくも、 平たる自分らをして、喜び勇んで、父に飛び込ませる人であった。俺にはまだ、世の中に、やりたいことがたくさんある。中村には、おふくろも残っている。正直、東吉郎は、そんなことも、ちらちら考えた。しかし、それは一瞬の頭の中の明滅である。一戦の平ばの足音と、 炎天に焼け切った鎧具足の音は、ザ、ザ、ザ、と、鳴り揃って、それが皆、死ねや、死ねや、と、聞こえるのだった。火に燃え、汗に濡れ、埃をかぶった陶吉郎の顔は、いや、全軍の将兵の顔は皆、奴頭みたいになっていた。どんな必死の場合でも、 頭の隅に何か余裕といったような、のんきを残しているたちの東吉郎も、今日ばかりはそうしていつの間にか、戦う死ぬそれしか真っ向に考えてない鉄鋼のような、不尺神妙になりきって進軍していた。小山、また小山と、一つ一つ踏み越えていくほどに、 視野の彼方の戦雲の煙は、次第に濃く、近く見えてきた。よう、味方らしいが。丘道の上、軍の戦闘が出た時である。血まみれな手追いが一人、喜ばいながら彼方よりかけてきて、何か意味の聞き取れない絶叫を上げながら近づいてきた。その兵は、丸目から落ちてきた。 佐久間大学の老頭であった。主人、佐久間殿も、敵の大軍と、四方から焼き立てられた炎の中で、勇ましいご最期を遂げられ、同じ地獄に、鷲津鳥での良い王い、大海の神殿にも、花々衆、乱軍の中に、内地にと聞こえました。信長の馬前へ引かれてきて、その老頭は、 手追いの苦しげな呼吸を自分で励ましながら告げた。一人生きて、その場を去るのも面目なしと存じましたが、主人大学の言いつけで、お味方へ右の次第、お知らせまでに落ちて参りました。落ちてくる後ろに、天地も揺るがすばかり、敵の勝ち時が聞こえました。鷲ずも丸ねもあのあたり、 すでに目に見えるもの、耳に聞こえるものは、敵軍でないものはござりませぬ。聞き終わると、信長は、おとう、おとう、と、旗本の中へ行った。佐藤藤八郎は、年少なので、大勢のつわもの腹の中に、渦まっているように混じっていたが、信長に呼ばれると、はい、 喜びいさんで主君のあぶみのそばへ駆け寄ってきた。お召しでございますかおとうか。清須を出る折、そちに預けておいた樹図をこれ。お樹図ですか東八郎は、主君のそれを、もし乱軍の中で、おしでもしてはならないと、重責を感じて持っていたらしく、旗風呂式にくるんで、鎧の上から斜めにかけて、 固く背負い込んでいたが、その結び目を解いて取り出すとすぐ、ごめん、と馬上の信長へ捧げた。信長は、術を受け取ると、自身の肩から斜めに胸へかけた。それは、銀色の大術で、彼の着用している萌え着脅しの死の晴れ着を、なおさら装備に見せた。 おしや、大見も大学も、死ではともに、今日の日ながら、信長が働きを、一目見せもせぬ間に、先へ死なしたるわ。馬の鞍上に、信長は、いずまいを垂らして、そう言いながら、合掌した。わしず、丸根の黒煙は、焼き場のようになお。 彼方の空を焦がしていた。行司の目を、ややしばらくして、カッと後ろへ向けると、信長は、我も忘れたかのように、くらつぼうって。今日は、永六三年、五月十九日にてあるぞよ。信長はじめ、そちたちの命日と、覚えるなれ。 平常微力を与え、これとて良き日も見せぬ間に、今日の武運に巡り合うも、信長に随心なしたる宿命とこそ思い揃え。ここより一歩先へ従い来る者は、信長に命をも与えくれたる者とみん。さわ言えなお、根性に未練がある者は、はばかりなく、立ちのくがよし。いかにやおのうの、 高らかに言うと、なんとて、幾同音に、将兵は応じた。我が君をのび、死なすべき、ご無用なお尋ね事。しからば、うぐなる信長に、全軍皆、命をもくれるか。大せまでもないぎ、ならば、者ども、大きく、馬腹へ一ちくれて、 来い続け今川勢は、早すぐそこぞ先駆する信長の姿は、全軍の駆ける誇りに包まれていった。その誇りも、おぼろな馬上の影も、何か一瞬、神々しくさえ見えた。この一語。 道は山あいへ。また、低い峠を越えて、いよいよ国境線へ近づくとともに、地形は複雑になってきた。おお、見えた。丹下だ、丹下の鳥で。あえりできた兵は、口々に言った。わしず、丸根の鳥での二つまでが、すでに落ちた後なので、その丹下もどうあろうかと、暗示きた眉が、な晴れた。 丹下はまだ支えていた。そこの味方は健在だった。信長は着くとすぐ、首相の水野忠光へ行った。もはや守備は無用。かよの小さいからは敵へ投げ与えてもよし。信長の軍が望むところのものは他にあるぞ。そこの兵力もすべて前進軍のうちに加え、休息も取らず。 さらに全少寺の鳥出へと急ぎに急いだ。そこには、佐久間信時の守兵がいる。信長の姿を迎えた刹那、鳥出の兵は、わっと声を上げた。観光ではない。半ば、泣いてあげたような、悲壮などよめきだった。ほいでられた。殿が、信長様が。とかく、信長とは、 いかなる対象か。自分らの主君でありながら、まだ端の端までは分かりきっていなかったのが事実である。この古類に討ち死にと覚悟を決めていたところへ、突として信長自身が出馬してきたことが意外のあまり、兵をして、関係させたのだった。ごばぜんで死ぬものなら、と皆奮い立った。 星崎方面へ突き出して働いていた、さっさ早戸の将正次も、三百余の手勢をまとめて、信長の旗元へ集まってきた。信長は、取出の西の峰に、一応それらの兵をまとめて、人数を点呼した。この明け方、清須の城を出た時は、主従のわずか六七であったものが、 今、ここですれば、約三千に近い兵が数えられた。合して五千と称した。信長は静かに思った。これこそは、終わり半国の我が領土の、本当の全軍であると。留守もご詰めもない、小田軍の全部は、これきりなのだ。本望。何かしら、微笑された。 そしてもう、四個の内に見える敵、今川の四万の夫人と、その規制を見るべく、しばらくの間、騎士を隠して、峰の一端から、形勢を展望していた。浅野又右衛門の弓体は、そこの本陣から、やや離れた山陰の腹に固まっていた。弓の衆の一体ではあるが、今日の合戦に、 山瀬の戦いなどはないと見越して、皆、槍を持っていた。その中に、東吉郎の率いる、三十人の足軽正体も混じっていた。急速<息>という声が、武将からかかると、東吉郎も、自分の組の者へ。休め、と、号令した。はっと、みんな大きな息をつくと、 ほとんど誰もが一緒に尻餅つくように山陰の草の中へ腰を落とした。東吉郎は湯気の立つ顔を雑巾のような手ぬぐいでぐるぐるこすっていた。おい、誰か俺の槍を持っていてくれんかこの槍を。彼が怒鳴ると座ったばかりの部下の一人が、ほっと立ってきて彼の槍を預かった。そして、 藤吉郎の歩いていく方へ、後からついていくと。こんでもいい、こんでもいい。しろどこへおいでになるんですか玉は無用。草しに行くのじゃ。臭いぞ。帰れ帰れ。笑いながら、崖道の幹木の中へ沈んでいった。彼の部下は、藤吉郎の言葉を冗談と思ったのか、佇んで彼の行方を見送っていた。 東吉郎は南向きの山の傾斜を少し降りて、山鳥が土を浴びる場所でも探すように、頃合いなところを見つけると、悠ゆ々うゆう腹帯をほどいてしゃがみ込んだ。実を言うと、根業の出陣は実に急速だったので、身に具足をつける時間がやっとあったくらいで、接陣に入って腹具合を整える糸間すらなかったのだ。 で、清須から暑た丹下とかけてくる間も、どこかで軍馬を休めたら、まず何よりも、毎日習慣のものをきれいに出して、心置きなく戦いたいものだと思っていたので、今その思いを果たしつつ、休みながら青空を見ていると、何とも言えない爽快を覚えた。しかし、戦場の習いで、 そうしている間も油断はならなかった。対人の場合など、よく敵が陣地を離れて、のぐそしているのを見つけると、倒れ半分にも、こいつをとめてやろう。などという気が起こるもので、そういう経験は、東吉郎も持っているから、青空ばかり眺めて、甲骨ともしていられなかった。 山裾から二三丁ほど先へ目をやると、黒末川の流れが帯のようにうねって、北半島の海へ注いでいる。そこの下半に一軍の兵が陣取っていた。旗印をよく見ると、味方である。味方の梶川和秀での陣だ。そこからすぐ、海港の方へ寄って、鳴海の城がある。 これは一時はおだれ落としたが、その後また、駿河勢力に参拝されて、今では敵の岡部元信が固めている。また、黒末川の東岸から南へ一筋の街道が白く見える。鷲津はその街道の北側の山地にあり、もう焼かれ尽くしたか、余人も力なく、一面に野道や海辺を煙らせて見える。 その付近の畑や部落の周りに、虫のような小さい人影や軍馬がたくさん見える。山の手の方に酔っているのが、今川方の将、朝比奈和江の軍勢であり、街道寄りに陣しているのが、三河の松平元康の兵と見えた。たくさんいるの。ぁ。東吉郎は、小国の兵馬の中にばかりいるせいか、 敵の大規模な兵力を見ると、よく言う、運河のごとく、という言葉が、そのままに思い出された。しかも、松平、朝比奈などの軍は、ほんの敵の一支隊であることを考えると、なるほど、信長様のご決心も、これは当然だわい、と思った。いや、人ごとではない。 自分もこの世にクソをひるのも今が最後のものと思った。人間って妙なものだな。これで明日はもうこの世にいないのか。そんなことまで考えたりしていると、ふと誰やら下の沢の方からガサガサっと間木をかき分けて上がってくるものがある。よ敵戦場でのこの直感は、 ほとんど本能的にすぐ頭を突き抜くものだった。敵の物見が信長の巨人の背後を探りに来たもの、彼はすぐ考えたのである。忙しげに腹帯締めて立ち上がると沢からよじ登ってきた顔と、寒木の中から不意に起こった彼の顔とが言い合わせたように双方から見合った。よう。 木下。おう、命をか。どうしたお主こそどうしたどうもしない。ご喚起を受けた以来、浪人して遊んでいたが、との、おうちじにを覚悟のご出馬とみて、お供に馳んじてきただけのこと。そうか。よく来た。陶器郎は、目を熱くしながら、相手のそばへ寄って手を伸ばした。 それは旧友、前田犬千代。握り合う手と手のうちに、二人は万感を込めていた。平常をかかる折本心がけていたのであろう。犬千代の鎧は華やかだった。小金から脅しまで新しいので、三乱と目をいる。そして肩には、梅鉢の門を打った旗差し物をかざしているのだった。 いやいや、とこぶり。遠くからすら眺めた。ふと、後に残してきたネネを思い、彼を考え、そして自分の身に帰って。以来いい、どこにおいでたか。さっさ殿の射程、倉之助成り殿の行為で、成り殿の目のとの田舎で、自説を待っておった。交換期を受けて追放されても、 たけ、随身の心も居どかずにもとより、二心はない。たとえご追放は受けても、殿のご接感。この命を真実、人間にしてくださろう、おぼしめしと思えば、むしろありがとうて。うん涙もろい陶吉郎は、もう、まぶたを厚くしているのだ。今日の合戦こそ、織田の玉砕であり。 全軍一致の戦いと分かっていながら、九州をしたって、これへ来た友の気持ちが、彼にはたまらなく嬉しいのであり、そしてともすれば、まぶたの熱くなるわけであった。いや、よく分かった。それでこそ、前田の血よ。友は今、この上で今朝初めてのご休息。今のうちだ、早く来い。 待ったぐくい、木下。だが俺は、午前へは出ないつもりだ。なぜこの際だから、一平でもと、ご元気を許してくださろうなどというつもりではないが、そんなつもりで来たかと、促進に見られるのが嫌だ。何をバカな。皆死んのだ。お主も、御馬前で死ぬ気で来たのではないか。そうだ。しからば、何の親略もいるまい。 人の思惑、世の口の葉などは生きている上のことだ。いや、黙って死ねばいいと思う。それで俺は本望だ。殿が許してくださるも、くださらぬもない。それもそうか。木下。んしばらく、お主の陣番へ潜しておいてくれ。構わぬが、俺の組は足軽隊の中の三十人組。 そのむしゃぶりでは目立つな。こうしていよう。そころに落ちていた馬の腹帯らしい古布を、犬千代は頭からかぶって、足軽たちの木の下隊へはい込んでいた。少し身伸びをすれば、そこからでも信長の将棋場がよく見えた。信長の高い声すら、風の加減では聞こえてくる。今、 彼の前には、さっさ早との将、正嗣が、何やら、目を受けているらしく、図を下げていた。そちが手笛を引っ下げて、敵のなるみを、横合いから突き崩してみせると申すか。信長の声である。正嗣は、それに応えて。なるみ、乱れたりと見えましたれば、殿には、無に無参。クロスエ側に想定。 おとりかかりなされませ。そして、敵の朝比奈軍を突き破り、松平元康を葬れば、駿河殿の前衛は全からず、吉本の本陣へまでも、チョ迫り得るかと存じまする。よし。信長は、断を下して、行け、と言葉に力を込めて行った。そして、さっさまさつぐが、すぐ、立ちかけると、 遅れもあるまいが、早との手勢のみでは血と不足。千秋、千秋、そっちも行け。旗本の内から、名ざされた、千秋加賀がのかみ、えただが、目礼したのみで、将棋場から立ち去ると、正さつの姿も、もう、そこに見えなかった。いや、見えないといえば、藤吉郎の影にかがんでいた命をも、いつの間にか、 見えなくなっていた。しばらく、しばらく、さっさ殿、しばらく、千秋殿、しばらくお待ちを。大声を上げながら、群馬の後を追いかけてくるものがあった。今、信長の前を下がって、そしてこれから短兵級に、敵の鳴海へ帰襲すべく、前勝寺の峰下から感動へと、早手のように通りかけたさっさ摩擦具。 ち秋きかがのかみ、いわむろしげよしなどの三百余人の決死隊なのであった。とれ<誰>、はやとのしょうまさつぐは、誰だ馬上から振り返った。ち秋、き、いわむろの二将も、何者か、怪しんであたりへ行った。もう決死の崖っぷちに足をかけている兵である。いかに覚悟の前といえ、 目は釣り上がっている。心の平行は取れていない。何者かと問えば、何者かと、同じように、どよめき惑うばかりだった。ごめん、ごめん。列の中を、こう叫びながら、かき分けるように前の方へ、駆け抜けてきたものがある。よ誰の目にも、すぐ止まったのは、その若い武者のかざしている、 はたし者の梅鉢の門であった。お、お犬ではないか。さっさ早とが、そういった声を目当てに。犬千代でございます。と、その場前へ来て、槍と共に大地へ服し、お連れください。犬千代は叫んだ。早とは、彼が今日あることを意外とはしなかった。弟の成政から、 つれずね、それとなく噂も聞いていたからである。だが、ご歓喜のもを。と、岩室、千秋の2人にはばかられて、すぐ答えもしえなかった。すると、岩室重吉が、さすがはと、共鳴して、差し支えもござるまい。今日という今日においては。大大だいだい。千秋加賀も、 大きく頷きながら、何のためらいもなく言った。死での友よ、一人でも多いは楽しい。お犬殿の神底、弓矢の神をしょうらん。さっさどの、彼の願い、許しておやりなされ。片付けない。はやとは、犬千代に代わって、思わず礼を言った。そして馬上から、恋にも目にも、思いを込めて。 許す。許す。ものの見事に、働かれよ。ありがとうございます。犬千代が立つと、同時に、三百人の重体は、再び、悲壮な眉と口に、一首を見つめながら、白昼を真っ黒にかけていた。やがて、 なるみ城の絡めての方角に突貫のどよめきが上がった。無理押しに押し攻めたのだ。無理無さん。わ、わ、と聞こえるこいつなみのうちに、前田犬千代の声も混じっていたのである。だが、ことなく。三百の決死隊が前進したばかりの感動を、たった四五名の兵が、 火の玉のように血まみれとなって、そのうち一人は牙で、全昇寺の方へすっ飛んでいった。信長の陣へは、全軍、荒ましい全滅が伝えられた。たった今、信長の前を去って、まだ目の底に姿も残っている、ササさっさ早田の正摩擦次、岩室重吉。 千秋、川の神らの将も皆、枕を並べて戦死したことが、嘘のように報告されたのであった。さっさ、千秋などの率いる奇襲隊が、鳴海城の絡めてをついて、そこの一角を破ったという合図を見たらすぐ、信長は正面から全力を持って当たり、一気に鳴海を落として、敵の側面勢力を崩し、 一方、味方の足場とする作戦であったのである。で、彼はもう全軍を率いて、全勝寺の山を降り、今にも、と、戦記を待ち構えていた出のであった。ところへ、味方はそう崩れ、さっさ、千秋、山野殿にも、前後して、うちじになされました。と、 引っ返してきた手追いから聞いて、彼は今さらのように、もはやか、と思わず言った。死の無造作、死の速さ、嘘か事実かを疑う間もないくらいだった。とく、こうとは覚悟の前ながら、その慌ただしさに、さすがに彼も胸騒いた。うん、うん、そうか。 あぶみに踏みたって、あなたも舞は、舞墨で描いたように、濃く強く見えるほど、凄まじいその総合の皮膚は、さえて、血の毛も見えなかった。一時前には、佐久間大学、飯尾大海、今はまた、さっさ、岩村、千秋南道、信長の先駆けして、 読みの前触れに立ったるぞ。肉屋。小坂氏の敵めら。いで、信長が踏みつぶして、先駆けの少量どもにたぶけせん。続け、信長に。し個して、大声に言うと、馬首を敵地へ向けて駆け出そうとした。あいら<や>、殿、早まり頼むな。しばし、しばしのほど。 池田勝三郎、柴田権六、林久戸。その他の旗本たちは、一度に鎧の兵を、どっと彼の馬前に作って。これより先は、泥田のあぜや狭きやぶ道。一筋よしのお先がけは、あたら、無駄にお命を捨てに流行り遊ばすようなもの。また、小田家中には、殿のほか、人もなきに似たり。おととまり候へ、 まずまず。人々が、信長の駒を押さえて、そのひずめのあがきを無理に押し返しているところへ。一気。実にただ一気。それは意外な方角から、低く飛ぶ鳥影のように来るものがあった。何者信長の目が先に見つけた。見守る全軍の瞳に、 それは次第に近づいてきた。旗本の群れのうちから、矢庭に踊り出した、矢名田矢地絵門が。わかりまいた、わかりまいた。あるよ、この方がかねて、街道の方面へ話ちを至る、家の子の一名でござる。と、眉に手をかざしながら、狂気してどなった。柳田の老頭は、それへ来て、主人の名を呼び回ったが、 その主人ヤジエモンが、信長のすぐそばから声をかけたので、は、っ、はっと、遠くへ手をつかえてしまった。なんぞ、知らせやある。信長は、ヤジエモンにくつばを取らせながら、ヤなたの老頭の方へ、地震から駒をゆるく進めていった。こざりまする、こざりまする。今川勢の視力、吉本とその旗本らの本陣は、 つい今しがた、にわかに道を変えて、桶狭間の方へ向かいました。何乱とした目で。では、大高へは向かわずに、吉本は、桶狭間へ道を変えたとか。信長の言葉のうち、ほう、また来る。一気二気、ここへ鞭を上げてくる味方の物見に、人々は異様な目で、息をなり沈めて待っていた。 前の報告に続いて、早物見の者から、さらに、こういう情報が、信長の耳へ入った。今しわと、桶狭間へと道を変えた今川の本軍は、同所の南、殿学狭間の窪から、小高い場所へ渡って本陣を移し、吉本殿を真ん中に、兵馬を威嚇わせておる様子に、相見えまする。と、いうのであった。 ウムは、その一瞬、刀の肌のような、澄んだ目をして黙り込んだ。死。ただ、一死と。一途に、真っ暗に、捨て身に、願うらくは潔く。とばかり、この暁から今、火の中天の頃まで、シャリムに来はしたが、ふとここで、あわよくば。 雲の切れ間から一筋の光を見たように戦いの勝ち目を思ってみたのである。正直、それまでは勝てるという自信はなかった。彼はただ部門の名において勝とうとしたのみである。あわよくば勝ちへもせんと考えついたのはこの瞬間、実にこの瞬間、 ふとひらめいた考えだった。人間の脳裏には、生活の一時一時を刻むがように、絶えずつ粒にも似た想念の断片が明滅している。死ぬる間際まで、人間は切れ切れな想念の連続から声を出し、身を動かしている。正しい想念身を滅ぼす想念 主々な資料のひらめきの主者によって、一日の生活が組み立てられてゆき、生涯の人生が織りなされてゆく。平常の主者は、熟慮の糸間もあるが、生涯の体温は、突としてくる。右か、左か、は、多くは急場に迫ってくるものである。信長は今、正しく、 その岐路にいた。そして無意識に、運命のくじを引いていた。人間の素質、あるいは平常の心構えなどが、こういう際の直感を迅速に助けて、その方向を誤ったしめないことは確かであった。結んだまま、容易に明かぬ彼の口が、何か、言おうとした時である。 柳矢知右衛門がそばからどなった。とのよいより、思うに、自分の太夫吉本には、鷲津・丸根を陥れて、織田の手並み、たかは知れたり、上洛人の加で、さい先義と、すでに満身な致して、平和も誇り立ち、戦旗も怠ってあろうずと存ぜられまする。天気は今、不意をついて、吉本の爆中へ。 せめいらば、おか方の勝ちは必要。信長は、彼の高ぶる声へ合わせて、それだ、それだ、と、つぼを叩き、ヤえもん、いみじくもゆうたり、信長の意中もそれよ。今こそ、吉本の首にあわん。でん狭間は、この道を、真東よな。柴田ろ六とか、 林サルとかいう重心たちは、むしろ、物見の報告を、非常なまどいと、器具を持って聞いたので、信長の直感と、その爆心ぶりを、立って止めたが、信長は聞かず。ケーラ、老朽の知者ども、この後になお、何をまどうぞ。ただ、信長に続け。信長、火に入らば、火の中へ。信長、水の中に入らんには、 水の底へ。さもなくば、他のあぜで、身が行方を見物せい。一生、冷ややかに浴びせると、信長は静かに、細く見立てて、全軍の突核まで出ていった。天学狭間。 ちょうど正午の頃である。山中のしじまにも鳥の声すらしなかった。風もなく入りつくような演説なのだ。寒木の葉は皆、ネムのようにしぼんでいるか、星し煙草のようにカラカラになっていた。その辺、その辺。一小隊の雑兵を連れて、山芝の多い原山の上、駆け上がってきた武者が言った。 おい、トもリをよこせ。雑木をきれ。い。今川勢の先駆兵と見えた。担いできた幕を放り出す。一方では、大釜で草を刈る。長屋を振って邪魔な干木をなぐ。そのそばから兵は幕を広げて、付近の松の木や根武の木の幹へ張り巡らし、それのないところには、 膜食いを打ち込んでまたたくうちに一こいのく屋を作ったああ暑いこんな日も珍しいで一汗ふいて見てくれ俺の汗をそくの皮も金具も焼けて火に触るようだそ足を取って一風入れたらどんないい心地かと思うがもうやがてご本人のおつりも間があるまいしまあとにかく 一息つくとしよう。雑兵たちは座り込んだ。原山の芝地には木が少ない。大きなクスノキの日陰へみんな塊あった。日陰に行こうとさすがに少し涼しい。それに、この田楽狭間と呼ぶ原山は、C の山々のいずれよりも低く、盆地の中の丘といった地勢であったから、時々、 前方の低地を隔った真正面の大肢が岳あたりから、青葉時らしい冷たい風が、さっと、一山の木々の歯裏を白く揃がせて落ちてきた。おや一人の雑病が言った。目を空へつって。わらじ豆の足の指に、公約を張っていたのが。なんだいお、はい、見ろ。何よ。 変な雲が出てきやがった。雲がうん。なるほど。降るかな、夕方には。雨は欲しいが、俺たち道不振やニカツギばかりして歩く組には、雨は敵が出るよりも禁物だ。くわばらくわばら。なるべくあっさり通り雨で欲しいものだ。今建てた彼方の幕屋にも、しきりに風が動いてきた。 その辺りを見回っていた組頭の武者は、さあ、立て、と部下を促して、今宵のお泊りは大高の城だ。靴掛けから大高へ、まっすぐに前進と敵には思わせて、わざと道を変え、桶狭間からこの艦道へと迂回なされたが、暁までにはそこへご到着の予定。道々の小橋や、 崖や谷伝いの異常なきように、我々は改めながら先へ進むのだ。そう出発するぞ。その人声も影も去って、山は元の縮まへ帰った。どこかで昼のキリギリスが鳴いていた。まもなく、盆地の山陰をはるかの方から軍馬の気配がしてきた。 ラもフかずごもン鳴らさず、散乱の間をぬって、極めてゅくと来るのであったが、五千余きのいばのゆみは、いかに静かにととめても、天地の間、その人間とひずめの音と、潜めきるわけにはいかなかった。カツカツと、石をうっけり、木の根を踏む馬邸の音が、はや耳をうってきたかと思うと、 馬印、番、旗差し者など、自分の対応今川義元の本軍は、見る間に田楽狭間の芝山と丁地を、兵と馬と旗と帳とばりとで埋めてしまった。義元は、人一倍汗かきの方だった。日頃は、その汗をすらかくことのない生活に慣れているので、体は、 贅沢と死亡に富み、四十を過ぎてからは、目に立って肥えていた。その、ジブ太夫吉本には、今度の軍旅は、少なからぬ苦痛であったに違いない。肥えた割に背の低い、胴長な体に、赤字二色のひたたれ、大鎧をつけ、万白の具足に、八竜を打った、五枚四頃の兜をかぶった。 今川家十代という、松倉豪の立ち、左門寺の脇差し、小手すねあて、靴などとを加えれば、十貫目をも超えるだろうと思われる武装であり、肌へ風の入る隙もない装いだった。炎天を気候してきたので、鎧の皮も小金も焼け切っていた。大汗にまみれて彼は今、ようやくたどり着いた。 電学狭間の芝山で駒の背から降りた。ここは何という土地ぞ吉本は、とへ隠れるとすぐ尋ねた。彼が、右すれば右、左すれば左へと、金獣、侍大将、参謀旗本、天儀、同房の者などが、ぞろぞろと守って歩いていた。 おけはざまよりはんり、ありと落合村の間、でんがくはざまと申すところでござりまする。侍大将の落合長いが答える。吉本はうなずきつつ、金銃、沢田長がの神に兜を預け、小小頭、島田左京に具足を溶かせ、絞るような汗になった、鎧下の真っ白な肌着を着替えていた。 一風入れて、爽やかになった。と、鎧の銅締めを締め直して座所へ移ると、そこの山芝の上には、氷の毛皮を敷き、人中の長度のものなども置かれて、あくまで彼のいるところには、豪奢の光が付きまとっていた。よあの音は吉本は、 早くも同房の者が沸かして差し出した茶を一結しながら、何か石火屋でも打ったようなとどろきに目を動かした。はての、自身たちも耳をそば立てた。その中の一人、斎藤荷之助は、幕の裾をかき上げて外を見回していた。いつの間にか中典へ、 伸びて崩れ出した雲の峰が、灼熱の太陽をもて遊んで、名城すべからざる下流の最高を描いているのが、人々の目を強くいた。遠雷です。ただいまのは、遠雷の音でござります。家門の助がそこから言うと、雷か。吉本は苦笑した。絶えず左の手で、 腰を軽く叩いていた。時速の家臣たちも気にしてはいたが、わざとそのゆえを問わなかった。今朝、くつかけの城を出て発光する折、吉本はどうしたのか駒の背から振り落とされて落馬した。その時、打った幹部と思うが、その程度を尋ねるのも何か主君に恥ずかしい思いを、 新たにさせる気がするからであった。どよめきが聞こえた。突然、山っそから、ここのとりの外へかけて、騒がしい陣馬の気配が感じられた。石本は、すぐ、旗本の一人へ。何か、と、言った。見てまいれ、という命も待たず、すぐ、二三名は、 幕へ風を残して外へ身を翻した。今度は雷鳴の音ではない。騒然たる馬蹄や兵の足音はもうこの山の上のものだった。それからは約二百ほどの騎兵隊なのであった。今しがた先人の鳴海付近で打ち取ったおびたらしい敵の支給を守って、戦況は 格の五度子、と、本陣の吉本へ、剣山に入れ、幸先良き、味方の勝利を、こと保護をとて、これへ、もたらしてきたものだった。なるみへ寄せた敵の死球が届いたとか、わざわざ首を授けに気負った、少子な小田侍の尻顔。どれ、並べてみ、見てくれよ。吉本は、機嫌であった。 将棋を直せ、と、座行を改め、扇子を顔にかざしながら、次々に差し出す首を見分した。首長をつけている者は、七十四首と数え上げた。その中には、織田軍の侍大将と、今川方にも知られている、さっさまさつく、岩村長と、千秋、加賀の神の首もあった。 見終わると、吉本は、ちぐさい、ちぐさい、と、顔を振って、後ろのとばりを上げさせた。そして、鮮やかな真昼の空の乱雲を仰ぎ。やれやれ、山いらしい鈴風が立ち染めてきた。もはや黒原は,はないか、広地港内かいえ、馬の国は、早すぎておりましょう。 自信が答えると、どうりで空腹を催した。昼飯をしたためよ。平和にも、洋食の休みを与えよ。はっと、帰化の人々が、目を伝えに出る。とばりのうちは、道房衆や、故障や、まかない方の者たちの動きで和んだ。折伏また、金剛の社や、テラテラや、庄屋などが連れ立って、 岩井の酒と土地の産物などを魚に持ち、珍王見舞いにと称して堅納していった。吉本は遠くからその者たちに目通りを与え、上洛の人には追って何かの沙汰を下すであろうと前盛を約束した。そして土瓶の代表者らが立ち返ると、 よいよりじゃ、酒を開け。と、明治、再び、重費のしとねにくつろいだ。マクストの将たちも、ごもごもに彼の前へ来て、わしず、丸根の勝ち草に続いて、鳴海方面の戦況が、刻々、有利に展開していることを祝した。これでは、おことらも、ちと手応えに不足で、 物足らなくあろう。吉本はタームレ顔にそんなことを言って、近従から至高の人々にまで残らず逆付きを与えて、いよいよ麗しい起源であった。親方のご異性によるところなれば、メめでとうはござれと、大勢のご読。かように進むところ敵なしでは、よろ鍛えた腕も、 むなしゅうなるばかりで。待て待て。明日の夜は、清須の城へ乗りかけん。いかに骨細の緒だとはいえ、清須へかかられたら、少しは手応えも見せよう。おのおの、むさぼって、軍港をあげい。それは、両三日は、いずれかしこに五大人、月も踊りも、 ヒオでご覧あられましょう。いつか日は陰っていた。酒に興じていて誰も気づかぬ間に、馬の下国一時頃から暗い真昼に天候が変わっていたのである。一陣の風が、隣の巣を高く吹き上げた。ポツポツ。 雨さえ混じってきたのである。雷鳴が途切れ途切れに耳を打った。しかし、吉本以下、そこの首領たちは、なお、交渉雑談、名屋の清須城一番乗りを言葉の上で清い合ったり、信長何者ぞと誇ったりしていたのである。 信長、何者ぞ。吉本の遺くで、盛んにそうあざけり笑われていた時刻。その信長は、街道の小坂、相原村の中間から、大志賀岳の道なき道をシャニに越えて、もう、吉本の本陣へ、いくらもない地点まで来ていたのであった。 大使ヶ岳はさして高い謙信な山ではない。し、子、小麦、木焼き、もみ、はぜ、などに覆われている雑木山であった。もとより、木こりが通うくらいなもので、道とてはないところを、五千の陣馬がシャリムに急ぐので、木は裂け、草は流れ、崖は踊り、谷川はしぶきを上げて、駆け渡るのだった。落馬したら雲も捨てよ 木だに絡まれて、旗差しのを失おうば、旗差しのも打ち捨てて急げ。かな目は、今まが本んのしんへ、真っ向に突きいって、自分の太うが首、見ることぞ。身がるがよし、絡みがりぞ。敵うに入って敵を突きふすとも、いちいち首を上げて手まどるまいぞ。切り捨てに、突き捨てに、次へ次へ、ょうの限り。 敵にまみえよ。夢、手柄を人に見せんと思うな。見逃しの手柄は、すでに、手柄に手はなきぞ。八万将乱、信長の眼前。ただ、今日を一言、無が無性に働くものぞ。誠の、織田節なれ。信長は言う。叱ったして叫ぶ。それはまた、嵐の前苦が、 吠えてゆくようにも聞こえた。午後の空は一変して、墨を流したように暗らい。風は、だんだんたるその雲間からも、谷からも、沢からも、木々の根からも吹き起こって、海の中をゆくようだった。やおれ、天学狭間は、早まじかぞ。この沢越えて、彼方の山陰の向こうのおねぞ。 死に自宅は良いか。駆け遅れて、松大松村に、恥を片身に残すなよ。信長の声のするところを軍の主流として、二千の帝兵は当然、遅れるもあり、散壊して進むのもあって、体型を成してはいない。しかし、心は、また耳は、絶えず、信長の声のするところへ集まっていた。 その信長の知ったも、今は声もしあがれてしまって、何を叫んでいるのか、意味も聞き取れなくなっていた。けれども、言葉の意味などは、もう、少子に不要になっていた。ただ、味方の上に、信長あり、と、わかっているだけでよかった。そのうちに、槍のほびかりのような、 大粒な雨が横殴りに打ってきた。うや鼻にぶつかると痛いのである。この葉を巻いたハヤテが伴っているので何が顔に当たっているのかわからなかった。また突然山を裂くような雷だった。一瞬天地は一色になり豪雨に白く煙った。雨が去ると 沢の底地や崖には、滝つせとばかり流れる水と、濁流に使かっている足元とを見いだした。ああ、折れた陶吉士郎は怒鳴った。頬を雨に打たせて、鯉のようにまつげの雫をしばたたいている部下の足軽たちを帰り見て指さした。今川の陣地が見えたのだ。雨に打たれて、 濡れはためいている、育重の、敵の本陣の、幕屋がそれ。目の下は沢。すぐ彼方は、田楽狭間の丘陵。一飛びの間である。見れば、もうそこへと、味方の甲冑の人影は殺到していた。槍を、立ちを、長いを、思い思い引っ下げて、身軽が理想。 と、信長から言われたように、かぶとはせえ投げ、刺し物も刺さず、一筋の槍だけを横たえた者が多かった。この間を縫い、芝地の崖を踏み滑りしながら、一度に敵の爆屋へ攻めかかっていく人影の上へ、時り青白い稲妻がひらめいて、白い雨、黒い風、まったく、 解明な天地とはなった。空かかるのだ藤吉郎はそう言うと、沢へ駆け降りて、向こうの山へとっついた。彼の部下は、滑っても転んでも、藤吉郎のそばにいた。進んで、決戦の中へ駆け込んだというよりも、うろうろしている間に、いつか戦そのものが、藤吉郎の一正体をも、 戦場の中に巻き込んでいたという方が真実に近かった。白国風。吉本の異惑では、雷名のしているうちは、むしろ爽快として笑いどよめいていた。列風が吹き募ってきても、あたりのとばりのそにおもしを浮かせ、 これでおつくもいそうした。などと、未だ酒好きをめぐらして飲んでいたのである。が、陣中だし、夕方までに、なお大高まで前進する予定なので、誰も酒の量を過ごして、軍旅の疲れを呼び出すことは、戒しめながら飲んではいた。そのうちに、いがかしげましたが、と、 平坦部の雑兵が来て言う。そうだ、もはやとの絵も、御前を差し上げろ。と、爆笑たちも逆月を収め、運ばれてきた兵楼米の炊きたてと、大きな汁鍋と、席に見た頃。ポツ、ポツ、ポツ,ポツと、鍋もハン半声も、また、むしろにも、おのおのの鎧にも、大きく音を立てて、 落ちてきた雨の光に、ああ、これは、と、険しい空の行走に気がついて、ようやく、むしろの位置を変え始めたのだった。そこの幕中に、幹の太さ、三角かえかもある、くすの大木があった。吉本は、雨をもいとって、小杖の下へ寄った。ここならば、と、 あとから人々は吉本の敷物やら全部を慌ててそこへ移していったが、楠スノの巨木は熱地を揺るがして列風の中に吠えていた。若葉もゴミのように舞って人々の鎧へ吹きつけてくるし、水地している平坦部の薪の煙が風圧のために血を低く張って、さなき田に行き詰まっている吉本や、 爆笑たちの目や鼻をついてくるのだった。存じ、ご辛抱ださいませ。今、あの王位の帳をかけさせまする。爆笑の一人が大声で雑表たちを呼び立てた。その返事はなかなかない。真っ白な雨しぶきと危機のうなりに、こちらの声も宙へさらわれてしまうし、あちらの声も、 届いては来ないのである。ただ、盛んに水事の煙を吐いている平坦部の幕の陰で、巻き終わる音ばかりが高くしていた。足軽頭、足しら。爆笑の一人が雨をついて外人の方へ駆け出していったと思うと、異様な声が辺りに湧き上がった。埋めき声、大地の音。 内物と内物との激しい響きなどである。しかし、嵐は、皮膚の外のみでなく、吉本の頭の内にも荒れて混乱させていた。よ、なんじゃ、何か。事態の精子がつかない迷路だった。爆笑たちも惑うばかりで、裏切りではないかと言ってみたり、また座標もの、 喧嘩沙汰ではないか、と言ったりした。しかし、何事によれ、そこらにいた自足の少子たちは、無意識にも、吉本の身の回りを桶のように囲んで、とっさに、警備の形を作った。そして、槍を、立ちの塚を、おのおのが持ち構えて。何か、何事かある、と怒鳴ったが、 時すでに、後ろのごとく、爆中へ流れ込んできた小田勢は、ついそこの帳の外にも、クスの後方にも、彼方の広い場所にも、お竹びして、駆け歩いていた。敵だ小田勢だうろたへ呼ぶ味方の上に、槍が跳ね、燃えさしの薪が飛ぶ。吉本は、クスの大を後ろに、物を言う口を防止していた。 その唇を黒々と光る金の歯が噛みしめていた。目の前の現実をまだ信じられないもののように立っていた。吉本の周りには爆笑、伊原正元がいた。その甥の同僚、正次郎がいた。侍大将、落合長戸がいた。金獣頭、沢田長戸の神、斎藤家文之助。 関口越中の神などもいた。その他、群れモンド、加藤神五兵衛、忍宮上門之助、富永宝器の神、といった旗本の曹操も、こわばった顔を筆と並べて、無本か無本人かと繰り返して怒鳴っていた。それへ答えるのではないが、すでに英中の彼方こなたで、敵だ 敵敵と叫んでいるのが、耳には聞こえているのに、なお、頭のどこかに、よもやという気があるため、自分らの耳を疑っていたものである。しかし、それとて、長い時間ではありえなかった。明らかにヨダブシの踊る影を見、短く終わりなまりの聞きつけない怒号を聞き、二三、こっちをめがけて、 するがどのよなおめきっつ、あしらのように、やりもろとも、泥水を跳ね上げて、突っかけてくる人間を見ると、あ、小田の驚愕を改めて、小田の奇襲ぞと、ようやく事態を正しく知ったほどだった。用地をかけられた場合よりも、老媒はむしろ、甚だしかった。信長を見くびっていた点灯。 白昼であったことと、列風のため敵を英中に見出すまで敵の近づく足音すらも知らずにいたためだった。いや、それよりも、本営の爆笑たちを安心させきっていたものは味方の残営にあるとも言える。本陣付きの武将、松井宗信と井伊直森の両将は、ここの丘を去ることを わずか十丁ほど先の地点にたむろして、主人護衛の約束通り、千五百ばかりの兵で、厳しく固めていたはずなのである。その外人の衛星から、敵来る、とも、敵近づく、とも、何の合図もない間に、吉本以下、衛中の幕僚たちは、いきなり死死噴陣の敵兵を目の前に見たのである。内乱か 無本か、と、疑ったのも、無理な老狽ではなかった。信長は元より、前衛部隊のいるような地点には出なかった。大使がだけを縦横して、いきなり、田楽狭間の直前へ駆け現れ、時の声を上げた時は、もう、信長自身でさえ、槍を振るって、吉本のばっかの死と、戦っていた。 信長に槍をつけられた敵の死は、それが信長とはおそらく知らなかったろう。敵の二三名を突き伏せて、信長はなおも本陣の幕へ近く駆け寄っていた。くすの当たりぞ。信長は味方のつわものが自分のそばを追い越してまっしぐらに浮く姿を見ると言った。するが久を逃すな。吉本の将棋は、 かしこのクスの巨木をめぐる、とわりのうちと覚えるぞ。地形から見て、彼は、なんとなく、そう直感に言ったのである。敵の将棋を据える場所というものは、その山荘を見れば自然にわかるし、その場所は、一つ山に必ず一箇所しかないものだった。お、と殿乱軍の中の、ぶつかり合うばかりな出会い頭、誰か。 彼の前に、血草を伏せて、ひざまずいた味方がある。誰だいにちめにござります。おう、お犬か。働け、働け。夜のように、雨は暗く、風は血を吐いて、泥水を降らした。くすの木の枝や、松の小枝がひっさかれては、大地へ叩きつけられてくる。ザ。 ザザッと、吉本の兜の上へ、こぼしたような、小杖の溜まり水が落ちた。親方様かしこの影へ旗本の山田信右衛門、近獣の島田砂許、沢田長門など、四五名は、吉本の身を八方立てのように囲んで、帳から次の帳へと、急を避けた。去った瞬間、 するがどのや、これにある。と、残余の爆笑へめがけて、槍をつけてきた、小田方の武士があった。水産と、斎藤鴨之助が、槍を合わせたとき、敵は、信長公の身内、前田犬千代。と、あえぐ息で名乗ったので、今は家不代の臣、斎藤鴨之助。と、彼も応じ、か、 くだやりの先もつきおれよと一挙に押してゆく。何を犬千代は身を開き、敵へ空をつかせて、良い潮を見たが、長やりを持ち直しているとまがなかったので、かもんの助の頭を殴りつけた。カンと、かぶとの鉢金が鳴った。かもんの助は雨の中へ両手をついて四つんばいになった。ところへ、 高いクロード、忍びやウェモンの助、などと名乗りかける敵の声が耳のそばでした。犬千代が槍を向け直した時、敵か味方か仰向けにぶっ倒れたものがある。その死骸につまずいて犬千代もよろめいた。木下と吉郎。どこかで名乗っている声がする。犬千代は2個した。そのえくぼへ。 風が、雨が、ビュッとぶつけてくる。何を見ても、泥であった。かしこを見ても、血であった。滑る、転ぶ、と思うと、もうそばにいた敵も味方もいない。死骸の上に、死骸が折り重なっている。雨がばちゃばちゃと、その背で、音を立てている。 武者わらじは真っ赤だ。血の皮を蹴って進む。伊原正源と名乗ってきたものを突き伏せた。しかし、突き捨ててまたすぐ進む。おはぐろ苦望はいずれにありや。駿河殿の印ししな申し受けん。雨も叫ぶ。風も叫ぶ。父、正源内地にと聞いて、吉本の故障、伊原正二郎。 前線して、織田武者の群れの中に死骸となる。関口越中の神、富永放棄の神など、今川軍の名だたる猛将も、それぞれ恥ずかしくない死に方であった。もちろん、織田の少子で傷つく者も,も多い。けれど、敵の銃に対して一ほどな死者もなかった。どこで どう組んで、敵にもぎ取られてしまったのか、新軍の途上、信長の馬前にすがって、じんがりして参加した、公州浪人の桑原陣内などは、腰から下の具足や草刷りはつけていたが、上半身の鎧は失って、反裸体のまま、血油にそんだ槍を握りしめ。駿河殿に剣山御大将、吉本には、いずれにおわせや、 クスのきの後ろのあたりを中心に、十歩、二十歩、あなた、こなた、しゃがれ声を絞って駆け回っていたが、そのうちに、一箇所の人くのそが、ぷ風に吹きあおられて、パッとめくられた刹那。ちらと、その中にいた赤に二きのよろいひたたれと、八うのぶとの人影を、一戦の稲妻の下に見つけた。その吉本の声らしく、 見に構うな。急場ぞ。急場ぞ。吉本の身辺に人数はいらぬ。激しい声で、あたりに騒ぐ幕僚や旗本たちを罵っていた。うろイすと、敵を退け。自ら首を授けに来たりしこそ幸いなれ。信長目を打って取れ。吉本の身を守るよりは、敵へ当たれ。さすがに、彼も三軍の総帥であった。 誰よりも早く、形成の全体を察知した。いたずらに、右往左往したり、身近につきまとって、無意味な怒号ばかりしている少子らを、不甲斐なしと怒っているのだった。それに夢中打たれて、おっと、彼の身辺を離れた少子は、日頃の鍛錬と恥と思い起こして、おのおの戦いの中へ身を閉じていった。 泥水を跳ね上げていく、幾名かの、その足元をやり過ごしてから。物陰に潜んでいた桑原陣内は、確かに、大将、吉本と見た、そこを伺って、槍の先で、濡れた人幕の巣を払い上げたよ。よ吉本の姿は、もうなかった。一人の武者もいないのだ。とばのうちには、 大きな木鉢の飯が覆って、雨水の中に、飯粒が白くふやけているのと、四五本の燃えさしの薪がいぶっているだけだった。さては、早くも吉本は、二んの自信だけを連れて落ちたな、と陣内は悟った。とばりからとばりを覗いていった。荒方のとばりは、切り裂かれて落ちているか。 地にそんで踏みつけてあった。そうだ、うのぞない。価値では落ちまい。すると、馬つなぎへ駆けつけたに違いない。だが、たくさんなとばりと乱軍の英内では、どこが敵の馬つなぎ場か、ちょっと検討もつかないのである。それに、馬もじっとしてはいなかった。雨と、健康と、血の中を、馬も狂って、 何十頭となく駆け回っている。どこへ潜んだか。人来は槍を立てて、ひからびた喉へ、花柱から伝う薄いの雫を飲み下していた。すると、すぐ目の前を、自分を敵とも気がつかずに、一頭の青毛の駒のクルーの懸命に引いていく武者がある。金砂子の福輪を取ったラデングラに、 燃えるような火草をかけ、銀色の靴輪に、四白の手綱。陣内の目はいられた。孫を泣き、大将の女用である。目をつけていると、駒はすぐ先の一村の松の木陰へ引かれた。そこにも、とばりが倒れている。まだ駆け巡らしてあるとばりが、風雨に大きな波を打っている。陣内は一飛ととびに。 ござんなれとばかり近づいた。とばりを払う。吉本は、そこにいた。今しも、吉本は、身を潜めていたそこの少し先から、家臣の者が、駒を引いてきたことを、請求に告げ立てたので、とばりの外へ、身を移そうとした折だった。その背をめがけて、駿河殿と見受けたり、織田家のかかりうど、 桑原バラ人内、見印をいただきに推算。お覚悟あれ。声とともに、槍の絵が、カンと響いた。吉本の一戦。松倉豪の達が、振り向きざまに、中断したのである。しまったと、飛びのく人内の手には、槍の絵の手元、四尺ばかりしか残っていなかった。槍の俺を投げ捨てて、 ご卑怯名乗る敵へ、背を見せたもうか。陣内はまめいて、腰の強盗を払い、再び吉本のせい、踊りかかろうとした刹那。いや、たえ。と、陣内の背後から、今川方の平山十之城が組みつく。でん、と、雨溜りの地へ、十之城が投げつけられたとき、おのれ、と、同僚の島田左京が、 陣内の横から切りつけた。身を逸らしたが、銃の上に足首を掴まれていたため、かわしきれずに、桑原陣内は、左京の東下に、真っ二つになって倒れた。殿殿一刻も早く、この場を放ちなされませ。乱れたったる味方、気をい抜く敵、収集はつきませぬ。無念ながら、ひとまずここは、あえて言う。 島田左京の顔は、左京と見えないほど真っ赤だ。満身、泥にまみれた平山十之丞も、羽を着て左京と共に、いざ、お早く、と、せき立てた。あいや、突骨として、その前へ。自分の太夫、吉本殿へ建参。小田殿の身内にて、はっとり小兵太と申す者。 声があったかと思う間に、黒おどしに、黒金の八株刀をまぶかに被かった異常部を見た。だっと、一足、吉本の下がる前へ、赤江の大槍は、うなりを含んでついてきた。くせ者と、身をもって遮った島田左京は、たちを振りかぶる間に、突き伏せられていた。平山十の城、続いて立ちふさがったが、 小平太の激しい槍先にかけられて、これまた明けになって左京の死骸へ折り重なった。またれ、どこへ電撃の槍は吉本を追う。吉本は大きな松の寝方を一巡り駆け巡ったが、水産。振りかざした松倉号の立ちの下から、はったと小平太を眠つけたが、む、む、 突き出した槍は、吉本の鎧の脇腹へ入った。しかし、小猿の期待はよし、吉本も豪気、カッと開いた口が、下廊と言うと、槍の昼巻きから切って落としていた。小平太は慌てず、心得たと、すぐ絵を投げ捨てて、クマンとばかり体当たりに飛びかかった。吉本。 そう、さセジ、と、膝を折りしき、八竜の兜を前鏡に、飛びついてくる小平太の膝首のあたりを、ガツンと横に払う。立ちはよし、必死。鎖たっつけから火を出した。小平太の膝頭は、ザクロのように割れ、傷口から白い骨が出た。あっ小平太は、尻餅ついた。吉本もまた、前へ伸べって、うん 兜の前立てで血を打った。その顔を、上げたかと見えた途端、モーリー・シンスケ・ヒと、横合いから名乗った男が、吉本の首へ首ついて、も脂倒れに転がった。吉本の動画、ために伸びると、先に疲れた槍の傷口から、吹き出すような血がほとばしった。ち、チ 下になった吉本は毛利信介の右手の人差し指に噛みついていた。買い切られた首となってからも、吉本の紫色の唇とお歯黒染めの歯の中には、白い指が入っていた。虹 味方が勝ったのか、敵が勝っているのか、一体また自分らはどう戦ったのか。おい、ここはどうだ藤吉郎は息をついて我に返ると誰へともなくあたりへとなった。どこのどういう地点まで来ているのかわかっている者は一人もいなかった。 彼を正体の組頭と頼って、彼の周りには、十七八名の足軽が生き残っていたが、どれも皆、うつつの血相である。人間の顔色ではない。ほての藤吉郎は耳をすました。雨は晴れてきた。風も小やみだし、雲の切れ間から、 また、強烈な火がこぼれている。夕立ちの上がり頃から、田楽狭間の阿弥教官も、雷の行方と一緒に遠く消えて、その後、実に、何のこともなかったように、蝉や日暮らしが鳴いている。整列<立>。とっちは、号令した。足軽は、大体に並んだ。頭数を目で読むと、 三十名の組が十七名に減っている。しかし、そのうちの四名は、組頭の藤吉郎も、見たことのない顔の足軽だった。おい、四番目の。は、そちはどこの組のものだ遠山人太郎殿の手のものですが、田楽狭間の西の崖で戦っているうち、崖から滑り落ちて本体を見失い、ちょうどそこへ、 敵を追いかけてきたこの組に混じってそのままこれまで来てしまいましたのでそうか7番目のはあ、手前も乱軍中に自分の組で戦っているつもりでしたが気がついてみると木下殿の組にいましたけれどどこの組で働こうとご方向は一つと思ってそうだその通りどちろはそう言って後のものは問わな おそらく自分の組下で戦死したものもあろうが、幾人かは他の組へ紛れ込んで生きているであろうと思った。いや、個々の兵が乱軍で皆その所属を見失ったばかりでなく、木下組の正体そのものがすでに本人とも主体の浅野又右衛門の軍からも離れて迷子になっていたのだった。ほぼ、 勝敗はついたらしいぞ。東吉郎はつぶやきながら、部下を率いて、元の道へ引っ返した。四方の山から沢へ集まってくる濁水は、風雨が晴れてから水かさを増していた。その水に現れている死骸や、崖の途中に重なっている死骸の帯正しさに、東吉郎らは生きている身が奇跡のような気がした。 お味方の勝利だぞ。崩れたったわ、敵。見よ。この辺りに死んでいるのは、皆、今川の本陣付きの侍ばかりだ。藤吉郎は指さして部下へ語った。みちみち見る敵の死骸によって、回想していった敵の首脳部の経路が、彼にはやや分かってきたからである。だが、 部下の兵らは、はあ、と、ばかりで、まだ、本当の我に帰っていないし、外貨をあげる気力もなかった。むしろ、味方の主体から迷子になって、わずか十七八名で、彷徨っている心没さに囚われていた。急に、戦場の空気が静かになったのは、一方で、信長の本軍が、 全滅しているのではあるまいか。何しろ、いつ敵に包囲されて、自分らも、そこらに転がっている死骸と、同じ姿になろうやもしれない。そうも思う懸念の方が強かった。すると、田楽狭間のコーチで、わあ、わあ、わあ、と、電池も揺るがすような勝ち時が、三度ほど聞こえた。 コイニモ、ムシャオしノコイにもどこか奥に風がある。声を合わせてわテ、ワーと言うだけでも、スルガシューノそれとオダウシノそれとは、自然、気合の違うものである。カちイクソダイおみかたのショーリナルゾーソレイケトが先にかけると、わー今まで ど心地もなかった足軽たちも突然、我、生きたり、我、勝てり、と、無者震いする見心地を取り返して、遅れじと、東吉郎に続いて、勝ち時の聞こえる丘の方へのめっていった。おい、呼び止める声がした。一方の山の中腹の道からである。東吉郎は小手をかざし、見事か 尋ねると、先からも。そこへ見えたわ。いずれの隊かこの方は、おつかい番、中川金右衛門。と言った。浅野たいも門の手の者の、足軽三十人組の木下隊でござる。口へ手をかざして大きく言う。すると、中川金右衛門は、崖の小道を駆け下りてきて。足軽の木下隊か。ご本人そのほみ皆、この先の、 マゴメ山へ移っておられる。のど殿もそれへ引き上げられたはず。早くそこへ急がれい。片付けない。してご合戦の模様は、元よりお味方の大将。今の勝ち時をお聞きなかったか。多分、とは存じたれと。すでに駿河勢は総崩れとなり、吉本殿のおしるしも味方の手に上がりたれば。 この上の長追いが無用とのおげち。全軍ひとまず、まごめ山のご陣地のもとへ集まれとのご命令である。お使い番の中川金右衛門は、そう伝えると、すぐ先へ急ぎかけたが、また振り返って。これより西の山合いには、まだ他に、はぐれた味方がおったであろうか。長追いして、帰らぬ味方を見なかったかと尋ねた。 東吉郎が遠方から、ない、ない、首を振って見せると、金右衛門は方角を変えて、他の道へ、味方の迷子を探しにかけていった。まご山は、田楽狭間の少し先、大沢村のうちの勝部落にあった。低い、丸い丘である。見れば、この丘から部落に至るまで、 真っ黒に味方の人数で埋まっていた。華やかな色と手は何一つなく、泥と血と雨にまみれた三千世の先兵であった。戦い病んで、一塊になった時、雨も病み、火も照り、もうもうと三千の無邪い切れから白い湯気が立ち上っていた。村民は清水を汲んで、 人知へ担い込んでいた。芋を煮ていた。餅をついていた。馬も草や人参を加えていた。朝の殿の体は藤吉郎は武者ごみへ割って入りながら、帰属する自分の体を尋ね回った。彼は血まみれな人々の甲中に触れると、何か面目ない気がした。 自分も恥なき戦いはしたつもりであるが、これという一目立つ手柄は何もないせいであった。ようやく本体へ戻って、彼も無邪い切れの中に立ち、初めて心の底から、勝ったのだと、むしろ敗れた敵の大軍が、そこの丘から眺めても、もうどこにもいないのが不思議のようにさえ思われた。 やがて。丘の上なる信長の前、へ集められてきた敵の印は二千五百と数えられた。自分の多由、吉本の存在も、その中のただ一個でしかなかった。敵の主球二千四に対して、味方の死者も少なくはなかった。使い番が四方に駆け回って、 引き上げを礼しても、帰らぬ少子が、幾十人かあった。しかし、敵のおびたらしい死者の数から見れば、味方の犠牲は、何十分の一でしかない。分けて、敵ながら、悲壮を極めたのは、良いなおの体であった。なおは、田楽狭間の吉本の本人を、約十丁ほど離れて警備についていたが、 嵐のために信長の軍が前衛の警戒線を突破したことを全く気づかなかった。それと騒いだ時はすでに敵は本陣へ突き入り、吉本は撃たれていたのである。直森の少子はその自席から最も奮戦力投した。直森が弾軍の中で自陣すると以下の少子も皆、 切り地にするか自害して一人も生き残らなかった。その他目覚ましい最後を遂げて敵とはいえ目に残って消えない侍がたくさんあった。戦い果てて、我、彼に勝つと知るとともに武士の心にはそうしたゆかしい敵の働きぶりが味方の得意な顔以上、 目に残った。いつまでも心に刻まれて暗黙の中に追放されていた。惜しい敵だった。良い死に方だった。口には出さないまでも、明日は我が身にもあることと思うのだった。そして今更のように、良いご主君を持ち得たるものかな、と。 勝者の軍にいる自分らの幸を思い、いただく人を心に仰ぎ直すのであった。織田、かずさのすけ信長。その信長も血とデードにまみれた姿のまま、まご山の中腹に見えた。そこの将棋から数歩を隔てた地上を今、数名の足軽たちが隙くわを持って、 大穴を掘りにかかっていた。穴の周りには高く土が盛り出されていた。二千の主球は一つ一つ見分された上、やがてその穴へ投げ込まれてゆく。信長は合唱して見ていた。周囲の少子も祝前と口を結んだまま立ち並んでいた。 誰も、念仏一つ言わない。しかし、武士が武士を埋葬する最高な霊式を持って、それは行われたのだ。穴に入る首は、これからも生きてまた戦っていく武士に、何者かを教え残していった。どんな小物の首一つでも、意気存在には扱えなかった。 深淵な木に打たれずにいられなかった。有限な生死の境を足元に見て人間を、武士の人生を思わずにいられなかった。誰も皆、手は一人でに、鎧の胸に合わさっていた。土が被せられ、塚に盛られ、気がつくと、魚の大空には、美しい、 虹がかかっていた。そこへ、一体の物見が帰ってきた。これは田楽狭間を壊滅させるとすぐ、大高方面へ、偵察に向けられた隊である。大高には、三河の松平元康が、吉本の先方として働いていた。小田取り出の和地図、丸根を攻め落とした手際から見て、信長は、もっとも、 油断のならぬ敵として重視していたからである。吉本選手と聞こえ、大高の陣中も、一時は騒然と慌てた気配にござりましたが、数度物見が出た様子で、ほどなく事実と知ると、やがてひそまり返り、三河へ、木上げの準備にかかりましたれば、無謀な戦意はなしと見届けました。三河勢の退去は、 おそらく夜をもって行われるかと存じます。以上の報告を聞き、なお、鳴海に残っている敵の岡部元信の,の動静をも確かめた上、信長は、家で帰らんと外線を宣した。まだ火は落ちていなかった。一度薄れた虹がまた濃く立つ。 彼の馬の倉脇には首一つ土産に唯いつけられてあった。言うまでもなく、今川自分の太夫、吉本の死急である。厚田の宮の社前へかかると、信長はひらりと下馬して、神殿へご報告なつかまつろう。と、宝泉へ進んだ。外戦の少子もすべて、 宮の注文まで詰めて、くろぐぐろ々と大地にぬかづいた。遠く、心霊が響いた。宮の森は、篝火で赤く許された。霧と煙の上に、宵月があった。信長は、一両の神明を、宮のお馬屋に献上して、さらば、 清須へ、と、再び急いだ。来ている武具は重かったし、体は綿のように疲れていたが、木に任せて月の道を帰る彼の気持ちは、もう浴衣がけの人のように気軽く見えた。清須の城下は、アスタの町以上に大変な騒ぎであった。千個に万道を駆けつなねていた。 辻には大かがりを焚き、家ごとの軒下には、年よりも、子も、若い娘も皆入れて、凱旋少子を見ると、帰りませ帰りませと熱狂した。辻にも黒い人の山が押し合っていた。祝祝と縄文へ練っていく鉄鋼の列の中に、 我が妻やあると探し回る目。我が子ありと人へ叫ぶ老人。恋人の影を求める若い女。しかし、そのすべてが、やがて馬上の信長を夜空に見るや。おお、おお、国主、我が国主、信長様。一瞬は、勘古とどよめきのるつぼであった。 彼らにとって、信長こそ、我が子以上のものであり、我が妻以上のものであり、恋人以上の恋人であった。今川ジブ太夫が首見よや、信長は今日の土産はこれぞ。明日からは、そちたちにも、国境の憂いはないぞよ。精出して働けよ。働いて、よう遊べよ。 馬上、庶民たちの観光へ、信長は右へ向いてはいい。左の群衆へ向かってはまた答えていった。城へ入ると、さい、さい。何よりは一風呂編みたい。風呂と譲けぞ。信長は言った。風呂を出る間に彼の胸には今日の合戦で働いた。 約三千余の彰子に対する懲罰も決まっていた。すぐ、林佐渡と佐久間守里の二人へ、胸を足しておいた。柳田、矢地江門正綱に、く掛け城三千貫の再地を当たう。という彰子を筆頭に、服部小平太、毛利信介など、約百二十四名への彰子を、 信長は口頭で言って、それを佐渡と首里に記録させた。小物の端の誰も知らないようなことまで、信長の目はいつの間にか見ていた。お犬には、帰参を許して取らす。最後に言った。それはすぐ、前田犬千代にその夜のうちに伝えられた。なぜならば、 全軍が城内へ入っても、彼一命は城外にとどまって、信長の沙汰を待っていたからである。東吉郎には何の恩賞もなかった。もちろん、東吉郎も恩賞の沙汰を受ける覚えがなかった。けれど彼は、戦艦の治療以上のものを、たったこの一日のうちに身に受けた。 それは、生まれて初めて、本当の生死の線を通ってきた尊い体験と、目の当たり、信長から身をもって教えられた、戦というものの機微、人心の把握など、総じて、正たる器の態度を見たことであった。よい、し種を持った。信長様に次いで過報者は、この俺だぞ。 彼はそれ以来、信長を主君と仰ぐばかりでなく、信長の一弟子という心を持って、信長の長所に学び、由来無学頓彩な自信を磨くことに、一層心を潜めていた。